金銀小判。一人者の耕作は、うちの中に話し相手もなく、その日を暮らしていました。北国は12月にもなると、真っ白に雪が積もります。そのうちに、年の暮れが来まして、そこここの家々では餅をつき始めました。隣は地主でありまして、たくさん餅をつきました。耕作は、そのにぎやかな笑い声を聞きますと、どうかして自分も金持ちになりたいものだと空想したのであります。やがて、わずか日が経つとお正月になりました。けれど、一人者の耕作のところへは、あまり訪ねてくる客もなかったのです。結局その方が気楽なものですから、耕作はこたつに入って寝ていました。外には雪がちらちらと降って、寒い風が吹いて、コトコトと窓の戸や破れた壁板などを鳴らしていました。元日もこうして無事に暮れてしまった夜のことであります。両替、両替、小判の両替、と呼んで歩く子供の声が聞こえたのであります。毎年この夜は、お宝船や持ち玉の木に結びつける小判をこうして売って歩くのでありました。けれど、この晩は雪が降っていましたから、いかにもその中をこうして呼んで歩いている子供の声が哀れに聞こえたのであります。両替、両替、小判の両替という声は、風の間に間に遠くなったり近くになったりして聞こえてきたのであります。こうして子供は呼んで歩きましたけれど、誰も買ってくれるような人がないと見えて、その声は途切れなく続いていました。どんなに外は寒かろうか、こたつに当たって寝ていました耕作は思いました。そして子供はもう我慢がしきれなくなったと見えて、今度は一軒一軒ごとに入って、小判を買ってくださいと頼んでいるようでありました。おそらくうちの中には、人々は酒を飲んだりカルタを取ったり、またいろいろな面白い話をして笑っているのだと思われました。しかし誰もこの貧乏な子供に同情してくれるものがないと見えました。その子供は地主の家でも断られたと見えます。子供は泣き出しそうな声をしながら、両替、両替、小判の両替と言いながらこっちへ歩いてきました。やがて耕作のうちの戸口で下駄についた雪を払う小さな足音がしました。こんばんは、どうか小判を買ってくださいと子供は戸の外で言いました。耕作はかわいそうに思って、こたつから出て戸のそばに行きました。
そして戸を細めに開きますと、外は身を切るような寒い風が吹いて雪が降っています。まだ8つか9つになったばかりの子供が真っ白の体をして、すすけた薄暗い提灯を下げていました。おお、かわいそうにと思って、工作は小判の1つ包みを買ってやりました。子供は幾度もお礼を言って出て行きました。工作はせんべいで作った小判をネズミに食われてはつまらないと思って、それを戸棚の中にしまって、またこたつに入って、いつしかぐうぐうと寝入ってしまいました。工作は夢を見ました。それは買った小判が本当の金銀の小判で、自分は大金持ちになったという夢を見たのであります。彼は驚きと喜びから目を覚ましました。そして自分はいつしかこたつに入って眠ったことに気づきますと、すべてが夢であったと思われてがっかりとしたのであります。しかしどうしてもそれではなんとなく諦められないような気持ちがして、わざわざ起きれて戸棚を開けて小判を取り出してみますと、それは取り上げられないほどの重みがありました。工作はますます不思議に思って、それを両手で掴んで畳の上を下ろしてみますと、いつの間に変わったのか、全く本当の金銀の小判の包みでありました。こうなると工作は急に欲心が起こりました。あの時もう一つ包みも買っておけばよかった。そうすれば自分は村中で第一の金持ちとなったのだと思いました。彼はあの子供がどこへ行ったろうと思いました。まだ探したならいないこともないと思いまして、彼は子供を探すために家を飛び出しました。そして子供を見つけたら皆その小判を買い取ろうと考えました。ちょうど町は2日の売り染めになっていまして、暗いうちから起きていました。またみんなは買い染めの朝であったから、夜中から町へ行って服にありつこうとしていました。いわば元日の夜はこの地方ではみんな寝ないと言ってよいくらいで、町の方はもうにぎやかでありました。工作は雪道を歩いて町へ来ました。すると、両替え両替え小判の両替えという呼び声が方々で聞かれました。彼はもしやその子供ではないかと走って行きましたが、それは全く違った人が売って歩くのでありました。これは、俺は普段正直者だから、神様がきっと金をお授けくだされたのだ、と工作は思いました。神様、どうかもう少しお金を授けてください。私は村中での一番の大金持ちになって、今まで威張ってた奴らを見下ろしてやりますから、と工作は願いました。そのうちに夜がほのぼのと明けると、哀れな小判売りの子供は、ある大きな素人屋の軒の下で疲れて眠っていました。雪が体にも頭にも真っ白に吹きつけていました。そして箱の中の小判は少しも売れずにいました。ちょうどそこへ通りかかってこれを見つけた工作は大いに喜んで、これは全く神様のお授けに違いないと言って、眠っている子供を揺り起こして、みんな箱の中の小判を買い取りました。子供は眠そうな目をこすってびっくりした顔つきで工作を眺めました。彼は勇んで家に帰りました。そして戸棚の中から夕べ買った金銀の小判を取り出してみようとしますと、またいつ変わったものか、やはりせんべいの小判であったのであります。以上、金銀小判をお届けいたしました。今日が昨日に変わる頃、明日が今日に変わる頃、常世の闇への扉が開く。闇路の水先案内人、あやかし語り、語り部の行庵と申します。はい、ということで本日1月22日第133夜目のあやかし語りをお届けしたいと思います。本日1本目はですね、小川美明さんの
金銀小判というお話を読ませていただいたのですが、あまりにも BGM と話の内容が合っていないことにびっくりしまして、そっちの方にばっかり気が入ってしまってね、非常に読みづらかったですっていうか、あれですよね、今日はね、小川美明さんの童話を読ませていただきますっていう風に前回お話しさせていただいて、で読もうと思ってたんですけど、オープニングにちょうどいい長さの作品がですね、なかなか見つけられずにおりまして、で、まあ、1月はね、こういうオープニングの曲で行っておりますので、あんまりこう、なんていうかね、死んでしまいましたとかいうオープニングじゃない方がいいなと思って、いろいろ探したんですけれども、なかなか見つかりませんで、これだったらなんとかいけんじゃないと思って、金銀小判というお話をね、まあ、1月ということもありまして、チョイスさせていただいたんですが、あまりにも合いませんでしたね。びっくりしました、読んでて。合わねーとか思って。読んでる途中で何回かね、こちらの耳に入ってくる BGM の音を小さくして、聞こえないようにしたりとかね、いろいろ調節したんですけれども。いやー、ね、しっかりチョイスしないとダメですわ。はい。まあね、普段あんまり読まないんですけれども、今日はですね、小川美明さんの童話集の方から何本か読ませていただきたいと思っております。でそれでですね、ざーっと目を通したんですけれども、意外に暗いね。童話っていうからもうちょっとね、なんかちょっとほのぼのした内容のものがあるのかなと思ったんですけども、思った以上に暗いっすね。うん、死んでしまったりするラストが多いですね。いやー、ちょっとね、頑張って。普段のね、怪談読むテンションと一緒じゃいけないんだろうなとか思いながら読んではいるんですけれども、結局ね、普段と同じテンションで、読むことになってしまうので、単純に怖い話じゃんとか思いながら読ませていただいております。はい、ではですね、掲示板の方読ませていただきたいと思います。土曜日がですね、ちょっと私がやはり会社の方呼び出しがありまして、急遽お休みとさせていただいたんですけども、その前後から読ませていただきたいと思います。154番ヤギさん、あやかしさん、こんにちは。どじってばかりの私に優しいお返事ありがとうございました。サバサバしていて優しいあやかしさんが大好きです。男なら惚れたかな、あはは。今夜は夜勤で残念ながらなめ聞きができませんが、私も霊体験少しあります。26歳まで本木に住んでいたのですが、本木は霊が出るので有名なんですよ、ね、で155番ヤギさん、本木の白い家は YouTube にも載っていて有名ですよね。私も職場が横浜方面なので行ってみたいと思いましたが、話によるとかなりやばいみたいなんで。話によると、あの家を買うと命を失ってしまうらしく、おばあさんの霊が出るらしいです。あやかしさんも皆さんも決して行かないでくださいね。では、長々とすいませんでした。ということで、こちら18日土曜日の11時、お昼ちょっと前ぐらいにね、書き込んでいただいたコメントですね。はい、土曜日はすいません、私が放送できませんでした。はい、で、156番が私ですね。で、157番ヤギさん、了解です。ジュニア君、今年から中学生なんですね。中学生活大変かもしれませんが、楽しいこともたくさんあると思いますので、頑張ってね。ジュニア君、ファイトということでね。はい、ありがとうございます。おかげさまでね。嘘じゃなかろうかと思うんですけれども、今年の4月から、中学生です。もうね、大概親と遊んでくれなくなる年齢なんでね、3月の卒業まではうんとこさ遊んでもらおうと思っておりますけどね。158番ヨコリナさん、どうもです。寒くなりましたね。昨日は何かと忙しくて放送はできなかったんですね。私も年度末はビッグイベントが待ち構えていますので、気合い入れて頑張りますということでね。はい、ありがとうございます。こちらが日曜日の17時ですから5時ですね、5時、6時近くに書き込んでいただきました。はい、ありがとうございます。もうね、
また来月学校の説明会行ったりですとか、卒業式関連のものが動き始めたりとかですね、4月5月ぐらいまではちょっとバタバタしちゃうの、個人的なね、そういったことでバタバタしちゃうのかなって。また5月入りますとね、仕事の方が忙しくなってくるんで、夏あたりまではちょっと落ち着かないのかなっていう感じですけれども、ね、まあ、ぼちぼちとやっていこうと思っておりますので、はい、横にいなさんもね、本当寒いですから、まあ、気合い入れすぎちゃって体壊さないように気をつけてくださいね。159番ウルフマニアさん、朗読がないと寂しいものです。余談ですが、大江戸捜査丸捜査丸のオープニングエンディングを腰つべで懐かしく見ました。時代劇といえばこれと必殺、主演が里見さんしか知らなかったのですが、前後に杉様と松方さんが演じてたんですね。死して屍拾うものなしと伊坂十三は忘れません。行安さんは時代劇好きだからかなり詳しいのではということで、そんな詳しくはないんですけれども、時代劇は好きなんでね、私もこれリアルタイムでよく見てました。里見幸太郎さんは知ってるかな、知らないかな。よく見てたのはね、杉良太郎さんと、松方さんですか。そう、杉様と松方さんが演じてた頃の、これはね、大江戸まるまるはね、よく見てましたよ。っていうか、私が小学生ぐらいの頃って学校から帰ってくる時間帯ってアニメとかやってなかったんですよね。本当に娯楽番組って言ったらこういう時代劇しかやってなかったんで、必然的にそれしか見るもんがないっていうね。必殺も見てましたし、水戸黄門も見てましたし、で今なんだっけ、雑誌と一緒にね、ディアゴスティーニみたいな形で大江戸捜査網の DVD が売ってるじゃないですか。どうしよう、買おうかなと思ったんですけど、さすがにね、ちょっと置くところがないのと、お財布に余裕がないので諦めましたが、すっごい欲しいですね今ね。こちらもね、日曜日8時半ぐらいのお時間に書き込みいただきました。ありがとうございます。160番ブラックドックさん、こんばんは、あやかし語るんですかということで、はい、こんばんはでございます。今夜はですね、あやかしは語らないで小川未明さんの童話集の方から何本か読ませていただきます。はい、1月いっぱいはね、ちょっとあやかし語らないですよ。内容的にね、結局怖い話やんっていうのはあるかもしれませんけれども、一応シャレコアとコアバナサイトさんの朗読の方はお休みとなっております。2月以降ね、また通常放送に戻りますので、そしたらいつもの通り怖い話を読んでいきたいと思っております。最近下がもつれるんだよな。1月いっぱいはね、一応福娘童話集さんの方から童話と、まあ、青空文庫さんなんかの方でね、ちらちらとそういう、まあ、童話とか民話とかですかね、そういったものを中心に読んでいこうかなというふうに思っております。161番黄色羊さん、おこんばんは、今夜も放送楽しく拝聴します。また近いうちに人参投下しますのでお楽しみにというね。はい、こんばんはでございます。人参目の色変えますよ。またね、ぼちぼちね、急ぎじゃないですけれども今週末あたりから仕事が入ってくるんでね、鼻の先に人参ぶら下げてお仕事しようかなと思っております。よろしくお願いいたします。162番、あかねこさん、ウルフマニアさん推奨の大江戸捜査も月金の朝から BS ジャパンで放送してます。伊坂十三役の佐川哲郎さんと読むんでしたっけ、ウルトラマンエースではタックの隊長役、ウルトラマン太郎ではナレーションを担当されてます。大学は早稲田で小渕総理と同期でした。大江戸捜査網のテーマ曲は全てテレビ番組のテーマの中でもベスト3に入れたいくらいの名曲です。 YouTube にありますから興味のある方はぜひということでね。詳しい人は詳しいな。 BS ジャパンか、うち BS 見れないからね。大体私が見たい番組は BS だっていうね、悲しい事実ですけれども、うち BS 入れてないんでね、見れないんですけど。伊坂十三、佐川哲郎さん、好き、この大江戸捜査網のテーマ曲、ナレーションが
死して屍拾うものなしのナレーションがね、もう子供心にワクワクしましたね、あれ聞くと。大好きです、あの曲聞くと未だに心が踊りますね。最近はね、なんだろう、昔はそのワンクールとかっていうくくりじゃなくて、長い番組を本当に長く放送してたじゃないですか。今はね、なんか3ヶ月とかでワンクール終わっちゃって、で半年とかね、1年とか空いて次のシーズンっていうか次のシリーズが始まったりとかするんで、楽しみがね途中でぶち切られちゃうみたいな感じで、ちょっと切なかったりするんですけどね。で最近はあれだよな、盾があんまり上手じゃなかったりとかね、あれですよ、NHK で大河が始まりまして、うちのね戦国好きのジュニアが、勘兵衛かどうしようかな、見ないかななんて言ってたんですけど、しっかり録画して見てますけどね、その黒田勘兵衛のナレーションやられてる方が、こう岸田京子さんを非常に意識してらっしゃるのか、なんかね、なんだろう、もうちょっと自分のペースで喋っていいんじゃないっていうような印象をちょっと私自身はね受けてしまうんですけれども、北大路欣也さんがやってらっしゃった、子連れ狼ですか、小林翼くんがね大五郎役をやってたあの番組のナレーションが岸田京子さんで、非常にこうなんていうんだろう、雰囲気というかね、おお始まるぞというような雰囲気があって非常に好きだったんですけどね、なんかねやっぱうちの家族見てて、これはさちょっとやっぱ岸田京子さんすごい意識して喋ってるような感じだよねって、まあ、実際は違うかもしれませんけれども、そういう印象をうちの家族は3人とも受けたみたいですね。話を聞いたら、そう思ったって言ってましたんで、時代劇、時代劇、美味しい時代劇が見たい。163番ドジさん、バンワーって、はい、バンワーでございます。164番ひなのすけさん、こんばんは。寒いのに何かのアレルギーで鼻が止まりません。黄砂か何か飛んでるんでしょうか。何もできない状態なのでお布団に潜って聞かせていただきますということで、はい、こんばんはでございます。あれですよ、冬の方がアレルギー症状は悪化しますんでね、本当にお大事に、ちゃんとね栄養とって、ゆっくり休んで、やっぱ寝る時間が短かったりとかするとアレルギー症状ってひどくなりますんで、休息取れるときにねきちんと休んでいただきたいと思います。あとはやっぱねしっかり食べることみたいですね、体力つけて食べることっていうようなことを、なんか 2,3 日前かな、なんかそのアレルギーを取り扱った特集でやってましたけどね。ただ原因がはっきりしないアレルギーって嫌ですよね。対処の方法が見つからなくて何なんだろうっていうのがあるんでね、ありがたいことに今のところ湿疹もそれほどひどく出てませんし、咳の方も随分ね、おとなしくなってまいりましたし、鼻がズルズル来るってこともないんですけれども、これからですよ。これからね気温が徐々に上がってきて花粉が飛ぶようになるとね、非常に辛いとんでもない季節がやってくるわけなんですけど、うちのジュニアも花粉症を持ってますんで、特にね目に来ちゃうんで、どの入ってない花粉用ゴーグルっていうのがあるんですけれども、それを装着して学校行くようになりますね。はい、お大事にしてくださいね。165番目の迷い人さん、初めて聞かせていただきます、どうぞよろしく、ふーんということで、これは絶対違うな。これは常連のあの方ではなかろうかというふうに思ってますけどね。はい、166番ドジさん、パチパチパチということで、はい、ありがとうございます。非常に非常に読みづらかったです。選曲を間違えましたね。はい、167番赤猫さん、制服の採寸か懐かしいな。私は中高とも爪入りの学ランでした。高校で色気づいてカッコつけたい盛りでしたから、生意気にもボンタン仕立てで作りました。すげえ、吊るしで5000円で買えるのがなんと1万8000円しました。生地は礼服の生地なんで上着と合わないのであまり履かなかったですけどね。ああね、
こう中学校デビューというかね、そうみんなやるよね。ちなみにうちのジニアの中学校はブレザーなんで、ブレザーネクタイなんでね、アレンジのしようがないというか、うん、まあ、ネクタイ細くするとかね、そのぐらいかな。私が通ってた中学校は学ランだったんでね、いましたよ。短ランもいましたし、長ランもいましたし、ボンタンもいましたし、裏地でおしゃれっていうね、裏地におしゃれをするっていうので、やったら派手な裏地つけてるやつとかいましたし、裏ボタンってやつですよね。あの学ランのボタンを止める裏側に止めてるボタンをね、派手にしたりとかいましたよ、うん、懐かしいな高いんだよねあれね、うん、通常のやつじゃないから、うん、であの学生カバーの芯を抜いてぺったんこにして何にも入んないような状態 であの通常スニーカーなんですけどね、カッコつけちゃって革靴履いて秒打って歩いてみたりとかいましたよ。そういうのが今考えるとまあね、可愛いなと思いますけどねはい、168番ブラックドキさん、こんばんは。今夜は楽しく拝聴させていただきますね。ね、はい。155番ヤギさんへ、ここですね。ということで、神奈川新、あー、さっきのか。あー、心霊聖地。神奈川の心霊聖地。本木の白い家ってやつですね。すげえ地図が載ってる。あれ、この話って、ああこの話はでもあれかな、シャレコアとかには載ってないのかな、どうなんだろう、もしかしたら知らない話かもしれない、うん、もしかしたらね、他の方がなんかシャレコアなんかで、不動産関係はいろいろと朗読されてることがあるんで投稿されてたら読んでる方がいるかもしれないですね。あ、でもそっか、体験談とかでシャレコアに上がったりしてるわけではないみたいですね。そっかそっか、一応心霊スポットということであるんですね。今ちょっと検索したら写真が出てるよ。マジか。え、結構古いなんで、写真が結構ね何枚も出てるんですけど、これ全部一緒の家ってわけではないみたいだし、でなんかやっぱ夜行って写真撮ったりとかすると相当雰囲気あるんだろうなっていう感じですけどね。ほう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 、やばいのか。まあまあ行かないけどね169番目の迷い人さん、そうですね、小川未明さんの作品は望みが叶わなかったり命が尽きてしまったりの救われない結末が多いですね。子供の頃に読んでそれまで読んできた夢のような童話とは違い、もっと実際の人生に近い話なんだろうなと思いました。ちなみに私は小川未明の出身地に住んでますってことで、おーマジですか。この方は、あ、新潟の現在の上越市の生まれなんですね。おー、あ、そしたらそうかもね。あんまりこうなんて言うんだろう、みんなで仲良く暮らしましたとさっていう終わり方じゃなくて、やっぱりねこう今まで自分が見聞きしてきた現実というかね、その自分が生きてきた人生なんかに即した物語になるかもしれないですね。人生そんなに甘っちょろいもんばっかりじゃないよみたいな、うん、そっか、そういうのもねあって、こういう切ないお話だったりとか、ちょっとこう悲しい結末になったりとかするお話が多いのかもしれないですね。170番目の迷い人さん、こんばんは。ちょっと前の時代劇はだんだん役者さんの盾が上手くなっていくのも楽しみでしたねということで、そうなんですよ、これまで見た中で一番感動したのが、あの暴れん坊将軍の盾ですね。あれはね、なんだろう、松平健さんの刀さばきもさることながら、やっぱね盾がうまくないとあれをさばききれないっていうのがあるんでね、あれ見てちょっと感動した覚えがありますね。うん、実はね知り合いがやってたんですよ。まあ俳優を目指してた知り合いがおりまして、でどこだっけ、横浜の方かなの、そういう会社に入ってたんですけれども、やっぱね
役好きのね、役好きっていうかセリフ好きの役っていうのはなかなかもらえなくて、切られ役だったりとか、その、まあ、盾っていうか、なんていうかな、そういう刀持って突っ込んでいく方の盾じゃなくて、やっぱあの三下がね、ドス持ってこうなんていうの、主人公を脅したりとか、そういうようなちょい役をねずっとやってた人がいるんですけれども、今はやってないと思うな。もう何年か前にあの役者の方じゃなくてジムの方に入っちゃったっていう話をしてたんで、今はやってないと思うんですけれども、なんかそういうのでね、あれはね大変なんだよ体鍛えるのがつって言ってましたけどね。もう本当に若いうちから入って、基礎の柔軟なんかをきっちりやって、それからじゃないとね危なくてやらせてもらえないんだそうですね。でその人は始めたのがもう35過ぎてからだったんで、もうね体がすごいあのきついって言ってました。ついていかないって言って、気持ちではこう動いてこう動いてって、で心のところでこうやって切られてっていうのは分かってるんだけども、体がついていかないって言ってましたね。だからね、見てる人はね、切られるだけだからいいでしょとか思うかもしんないけど、やってる方は大変なんだよつって一回話を聞いたことがありましたけどね。171番ヘッケルさん、バレてたか、両替え両替え、私は質より両替えって、おい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 、確かにね、私も質より量がいいかもしんない、バレるよそりゃ、最後にあの一言書いたらバレるよ、あの一言書かなくったって終わってから IP アドレス見たらすぐわかるよ172番目の迷い人さん、時代劇は大好きなんですがね、最近の貧弱な顎をした若い俳優がいくらちょんまげつけて刀を刺したってどうにも侍には見えないんですよね。侍や公家ならともかく農民や漁師だともうダメ、学芸会かよって思ってしまう、楽しみたいんだけどこればっかりはねどうにもならんですってことで、あ、確かにそれはあるね。なんだろう、今の俳優さんってシュッとした顎の俳優さんが多いんで、こうあのなんていうかな、威厳っていうのもあれかもしんないけど、あれうちの母がなんつってたかな、うちの母も時代劇すごい好きでよく見てるんですけど、なんつったかな、なんかがないから、あのなんだろう、刀を構えた時の殺気がね感じられないつって、こうあのもう本当に芝居をしてますよというね感じで、見てて非常に面白くないって言ってたことがありましたね。でね、体もスラッとした細身の方が多いんでね、なかなか着物が似合わないっていう、着物ってこうある程度滑覆のいい方が着ないと様にならないものがありますんでね、こう見ててね、なぜこの俳優さんを選んだっていうのは確かにありますね。いやこの間ね、まあ、地元っていうか埼玉県の、まあ、歴史を元にして作られた野望の城が地上波で公開されましたけれども、あれもね、なぜここでこの人を起用したっていうのは多分にありましたけどね、はい、やっぱ発声がいい人は滑覆がいいですよね。腹から声を出してる方っていうのはそれなりに腹筋が鍛えられてるんで、非常に滑覆が良かったり着物が似合ったりしますよね。いやでもね、もうなんていうのかな、歴代の名優と言われた方々がどんどんお年を召されてね、鬼平犯科帳の吉右衛門さんもそうですし、北大路欣也さんはね、あのお年になられてからますます艶っぽくなられたというか、まあ3匹のおっさんかなんかでもね、大いに活躍されてますけれども、もうねなんか大好きだった俳優さんがねどんどんおとしめされてね、自分で実際に表に出て役をやられるようにも後進の育成の方に力を入れたりとかねされてる方も増えてきましたんで、ちょっと寂しくなったりしますけれどもね。173番、茜子さん、時代劇好きで、時代劇好きな私がテレビ時代劇ナンバーワンを挙げるなら、勝新太郎主演のザトイチですかね。勝さんが凝り性なのと、旧大英で映画撮ってたスタッフさんが、
勢ぞろいでクオリティが高いです。同じ時期に制作された小枯らし紋次郎も好きです。こちらは映画監督の市川崑さんが中心になって映画屋さんが撮っていますってことね。詳しいな。自分が好きなのは何って言われたらね、やっぱ杉良太郎さんが出てたやつですかね。なんだっけな、タイトルを思い出せ、もう本当に小学校4年生とか5年生とかの頃に見てた作品なんで、ちょっとねタイトルが思い出せない。杉良太郎さんが同心役で出てたやつなんですけど、走る時にね、黒のあれは同心のね着物の、裾をパパパパッと払いながら、ふんどし見えてるよっていう状態で、もう曲げをねパカ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 させながら走るっていうのがね、非常に印象に残ってますけどね。あとは何だったかな、浪人役で出てた、着物の背中にね、こう南洋法蓮華経っていう風にヒゲ題目が書かれてた、何だったかな、なんもうね、全然思い出せないね。やばいね。いろいろ見てたからね。最近あれですよ、時代劇じゃないですけれども、陰陽屋へようこそってやつをね、見てて杉良太郎さんが出てきたんで、うおーとか思って、杉良太郎さんが見たくて見てたっていうね、そういうのがありましたけど、なんだったっけな、忘れちゃったよ。ウモン取り物帳じゃない、ウモン取り物帳もやってたんだ、すげえ。江戸の黒ひょう、違う、これは曲だよ。まあ いや今探し始めるとね、ちょっとキリがなくなっちゃっていいんですけどね、はい、ちょっとね語り始めちゃうともうそこでねどんどん時間食っちゃうんで、次行きましょうかね。はい、いかんですよ、もう本当にねうろ覚えなんでね、記憶をたどって思い出すまでにえらい時間がかかるっていうね、はい、はい、では本日2本目のお話に移りたいと思います。月夜とメガネ。町も野も至るところ緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火が辺りを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またシワの寄った指先で細い糸を寄ったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生暖かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い自分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなどを空想していたのであります。目覚まし時計の音がカタコトカタコトと棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはしんと静まっていました。時々町の人通りのたくさんな賑やかな巷の方から何か物売りの声や、また汽車の行く音のようなかすかな轟きが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは今自分はどこにどうしているのすら思い出せないように、ぼんやりとして夢を見るような穏やかな気持ちで座っていました。この時外の戸をコトコト叩く音がしました。
おばあさんはだいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました。今自分誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうしてあてもなく野原や町を通るのであります。すると今度すぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ずそれを聞きつけました。おばあさん、おばあさんと誰か呼ぶのであります。おばあさんは最初は自分の耳のせいでないかと思いました。そして手を動かすのをやめていました。おばあさん、窓を開けてくださいとまた誰か言いました。おばあさんは誰がそう言うのだろうと思って立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光が辺りを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には背のあまり高くない男が立って上を向いていました。男は黒い眼鏡をかけてひげがありました。私はお前さんを知らないが誰ですかとおばあさんは言いました。おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私はメガネ売りです。いろいろなメガネをたくさん持っています。この町へは初めてですが、実に気持ちのいい綺麗な町です。今晩は月がいいからこうして売って歩くのですとその男は言いました。おばあさんは目がかすんでよく針の目処に糸が通らないで困っていた矢先でありましたから、私の目に合うようなよく見えるメガネはありますまいかとおばあさんは尋ねました。男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そしてその中からおばあさんに向くようなメガネを酔っていましたが、やがて一つの別行縁の大きなメガネを取り出して、これを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること浮き合いですと男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこの眼鏡をかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一時一時がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の自分にはおそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。ああ、これをおくれと言って早速おばあさんはこの眼鏡を買いました。おばあさんが銭を渡すと、黒い眼鏡をかけたひげのある眼鏡売りの男は立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には草花だけがやはり元のように夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めてまた元のところに座りました。今度は楽々と針の目処に糸を通すことができました。おばあさんは眼鏡をかけたり外したりしました。ちょうど子供のように珍しくていろいろにしてみたかったのと、もう一つは普段駆けつけないのに急に眼鏡をかけて様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていた眼鏡をまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと仕事を片付けにかかりました。その時また外の戸をトントンと叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。なんという不思議な晩だろう。また誰か来たようだ。もうこんなに遅いのに。とおばあさんは言って時を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントン
という可愛らしい音がしていたのであります。こんなに遅くなってからとおばあさんは口の内で言いながら戸を開けてみました。するとそこには12歳の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。どこの子か知らないが、どうしてこんな遅くに訪ねてきましたとおばあさんはいぶかしがりながら問いました。私は町の香水製造場に雇われています。毎日毎日白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして夜遅くうちに帰ります。今夜も働いて一人ブラブラ月がいいので歩いてきますと石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。もうどのうちもみんな眠ってしまいました。この家の前を通るとまだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な優しいいい方だということを知っています。それでつい戸を叩く気になったのでありますと髪の毛の長い美しい少女は言いました。おばあさんはいい香水の匂いが少女の体に染みていると見えて、こうして話している間にプンプンと鼻にくるのを感じました。そんならお前は私を知っているのですかとおばあさんは尋ねました。私はこの家の前をこれまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っていますと少女は答えました。まあそれはいい子だ。どれその怪我した指を私にお見せなさい。何か薬をつけてあげようとおばあさんは言いました。そして少女をランプの近くまで連れてきました。少女は可愛らしい指を出して見せました。すると真っ白な指から赤い血が流れていました。ああかわいそうに石ですりむいて切ったのだろうとおばあさんは口の内で言いましたが、目がかすんでどこから血が出るのかよくわかりませんでした。さっきのメガネはどこへ行ったとおばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけてよく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しいたびたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよく見ようとしました。するとおばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなくて、きれいな一つの胡蝶でありました。おばあさんはこんな穏やかな月夜の晩によく胡蝶が人間に化けて夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は足を痛めていたのです。いい子だからこちらへおいでとおばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って戸口から出て裏の花園の方へと回りました。少女は黙っておばあさんの後について行きました。花園にはいろいろの花が今を盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶やミツバチが集まっていて賑やかでありましたけれど、今は葉陰で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて全く静かでした。ただ水のように月の青白い光が流れていました。あちらの垣根には白い野薔の花がこんもりと固まって雪のように咲いています。娘はどこへ行ったとおばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか足音もなく見えなくなってしまいました。みんなおやすみ、どれ私も寝ようとおばあさんは言って家の中へ入って行きました。本当にいい月夜でした。以上、月夜とメガネをお届けいたしました。
本日2本目、月夜とメガネというお話を読ませていただきました。ラストだけ読んでね、出だしとラストだけざっと目を通して、ラストが死んでしまいましたじゃないと思っていい月夜でしたっていう終わり方だったんで、これはきっと内容も暗くないだろうと思って、さっきのね BGM にしたんですけど、読んでてやばい、これ内容暗くなってったらどうしようと思いながらこれ内容暗くなってったら BGM 途中で切り替えるしかないじゃんとか思いながら、ドキドキしつつ読ませていただきました。そして最初のね、あのメガネの男性ですね、メガネ売りの男性ですね、あれなんですよ、今あのなんて言いますかね、青空文庫さんの方じゃなくて、今手元にある小川未明童話集というね、角川春樹事務所の春樹文庫というところから出ております、童話集を読ませていただいてるんですけれども、あのおばあさん窓を開けてくださいと誰かが言いましたっていうので、次のページに行かないとね、男の人だっていうのが分かんないんですよでちゃんと下読みしとけよっていう話なんですけどね、しかもね、読んでったらヒゲの生えた、ヒゲのあるメガネ売りの男はとか書いて、やばい、年配の男の人じゃんとか思って、なんで私こんな高い声で読んでんだろうと思いつつね、今更途中で声を変えるわけにもいかなかったんで、でもそのまま、うん、まあうん、あのそういうこともあるさと思いながら、そのまま高い声で子供用の声で読んじゃいましたけどね、これがこう初見読みの恐ろしい落とし穴だったりしますけどね、はい。いや、普段読まないからね、こういったお話ね、もっと本当はこういうお話読んで、抑揚とか、あの声の出し方とかね、ちゃんと練習した方がいいのかもしれないですけれども、まあいかんせん時間のある時趣味でやってるもんですからね、いや何読んでも一緒に聞こえるっていうね、はい、いかいかん、はい、では、掲示板の方に移らせていただきたいと思います。ここか、174番目の迷い人さん、世の顔見忘れたかでアングルが変わるとカーンカーンと音がするのが好きでした暴れん坊将軍ね、そう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 、もうね、もうなんだろうな、あれで正義って書かれたセンスが飛んでくんですよね。今あれ松平健さんってすっごい若い頃から暴れん坊将軍のあの上様役をやってるんでね、なんだろう、もううち、あのやっぱね、自分の時代劇好きって母からこう受け継がれてるものがあるんですけれども、これ一緒になって見てるじゃないですか。で、あの時代劇のかつらってクッとこう皮膚っていうかね、突っ張るっていうのかな、上の方に引っ張るっていうのかな、かつらをつけるときにこう顔の皮膚をクッと引っ張るんで、かつらをつけるとね、すごい実年齢より若く見えるらしいんですよ。なんで時代劇見て、あ、この俳優さんかっこいいと思って、で現代劇とかのドラマでね、同じ俳優さんが出てきたのを見ると、って思うってそう、そんな話をね一回聞いて、そんなものかな、でも同じ俳優さんやってるんだしそれほどでもないでしょうと思ったんですけど、あの役所広司さんと、春風亭小朝ちゃんと、あと誰だったっけ、あと誰だったっけ、三匹が切るってね、あれ高橋英樹さんやってたんだっけ、あのあれが結構好きで、役所広司さんが好きで、あのすごい見てたんですけど、ていうか私が一番最初に役所広司さんっていう俳優さんを知ったのが三匹が切るだったんですよ。でそれで、あ、すごいこの人かっこいいと思って、あ、やっぱ高橋英樹さんですね。でドラマでね役所広司さんを見たときにって思いましたね、ああ母ちゃんの言ってたこと本当だったわと思って、やっぱりね、ぐーっとね、こう髪を押さえてカツラをかぶるんで、どうもね、こう顔の
皮膚がね、こうぐーっと上に持ち上げられるよう、引っ張られるようなんですけれども、でね、時代劇で見る俳優さんの顔とドラマで見る俳優さんの顔っていうのはやっぱり違いますね。個人的には時代劇の俳優さんの顔の方が好きです。175番ウルフマニアさん、こんばんは、出遅れました、今から拝聴します。はい、こんばんは、いらっしゃいませでございます。176番目の迷い人さん、小枯らし文次郎はマカロニウエスタンを下敷きにした都政人物ということで異色でした。あれを音読していると気持ちいいんだよな。ネトラジでこっそり放送に乗っけちゃおうかな。誰だ誰だっていうことは配信主か。配信主さんですかね。あれですよ、ちょっとお名前出すのは控えますけれども、ネトラジでね、時代劇朗読されてる方がいらっしゃって、すんごい聞きやすいんですよ。惚れ惚れしましたね、本当に。でまさか自分でネトラジで時代劇が聞けると思ってなかったんで、めっちゃ感動したんですよ。鬼平犯科長とか思って、声の使い分けとかもすごいしっかりしてて、うわ言い回しとかいいなと思って、もううっとりしながら聞いてたんですね。でそしてもう本当失礼な話なんですけど、自分とそんな大して年齢変わんないのかなって、まあ自分よりは、若干下かなぐらいの気持ちで聞いてたんですよね。そしたら全然違う、私より半分ぐらい年若かったっていう、うわーって思って、本当ねすごい若かったっていうのにもびっくりしたんですけど、それでね、なんだろう、ものすごい渋い声で読まれるんですよ、時代劇を。もうね、録音して消さないでずっと撮ってあります。でご飯作るときに聞いてますね、最近は。うわーいいなーとか思いながら、どんだけ時代劇好きなんだよって話ですけどね。まあね、小枯らし文次郎か。そうね、子供の頃見てたので一番好きっていうのはあれ、銭形平次と、なんだっけ、半七捕物帳、半七捕物帳ってドラマでやってたよね。今中村梅雀さんのお父さんに当たる人かな、半七捕物帳なんかやってた、十手、あれ違うかな、中村梅雀さんのお父さんがやってたのって何だったんだろう、半七じゃないのかな。今画像検索したらものすごい里見光太郎さんがいっぱい出てきた。あ、でもやっぱこの人だ、半七捕物帳だな。梅雀さんのお父さんって何て言うんだったっけ、忘れちゃったけど、すっごい好きだったんですよね。なんかこう箱の中にね十手が入ってて、で上からねこう鍵を差し込むと、こう下からねじゃらんと鎖につながれた十手が出てくるんですよ。でなんか、おこれから行くんだねっていうのでね、でもワクワクしながら見てた記憶があるんですけどね。昔のそういう時代劇やんないかな、ぜひやってほしいな。もうね、なんだろう、昔の作品で、本当時代劇に限らないんですけど、昔の作品で今再放送してくんないかなって思うのがすごいたくさんありますね。横溝正史シリーズとか、古谷一行さんのね、金田一耕助でやってたやつ、犬神家とか悪霊島とか、やってほしいなと思いますね。だね、今どんどんね、新しいドラマやってくれるのも嬉しいんですけど、なんだろう、そういうレトロって言ったらあれかもしれないですけど、昭和の時代の名作って言われたようなね、時代劇とかドラマとかをね、ちょっと再放送してほしいなと思いますね。よく朝の時代劇とかでね、再放送やってるじゃないですか。見るんですけど、同じのをこうサイクルで繰り返してやってるんで、飽きちゃったっていう部分もあるんですよ、確かに。あ、見たわこれっていうね。だからなんかそういうのとかね、新しく始まった番組を1週間2週間で再放送すぐ始めるぐらいだったら、ちょっとねそういう古いのをやってくんないかなって、年末年始にでもやってくんないかなってもすっごい思ってるんですけどね。はい、いや誰かね時代劇配信してくださいよ、
本当聞きに行きますよ私、うん、こっそり聞きに行きますよ。177番ビチビチオさん、こんばんはすいません、こんばんは、今から聞かせてもらいますね。はい、こんばんはです、よろしくお願いします。178番ヘッケルさん、昔京都の映画村に行った時、羽賀健二が新選組の格好して下駄で走ってるのを撮影してたうん、マジか、羽賀健二か、 今脳内再生されました。映画村行ったことないんだよな。修学旅行で京都行った時、映画村はコースに入れなかったんだよな。あの一緒にいた班の子たちがね、それほど興味ないって言うんでコースに入りませんでしたね、うん、いつか行くぞ。179番ランさん、お晩です。なんと寒い毎日でしょう。それでも怪談や不思議話でブルッとしたい私、今夜も聞かせていただきますね。はい、こんばんはです、いらっしゃいませ。今日はね、怪談は読まないんですけれども、小川未明さんの童話の方を何本かチョイスして読ませていただこうと思っております。180番ひなのすけさん、これができたら100万円系の番組で遠山の金さんのお知らせでのシーンを再現できたらというのがすごくおかしかったです。多分挑戦者は一般の方だと思うのですが、出た瞬間に緊張で袴の裾踏んづけて、踏んで転んでアウトの人とかいいねそういうのね。でもあれはね、長バカマはね、持ってこうシュッシュッと歩かないといけないからね、難しいですよねあれ、うん、だから中心蔵のね、松の廊下のシーンとか、あれもほら上下じゃないですけれども中ばかまじゃないですか、ああいうのでね、立ち回りをやんなきゃいけないって大変だなと思いますけどね。で絶対みんな踏むよねあれねお知らせのシーンか、確かに出てきた瞬間緊張でね、こう手と足が逆に動いちゃったりとかね、うん、あるかもしれない。こう181番目の迷い人さん、杉良太郎さんといえば新ごとに物帳が壮絶でしたね。下手人をただ捕まえるのではなく、組み伏せて死ね死ねとかって十手でガツンガツンぶん殴るんですよね。あ、見たかな新ごとに物帳。あー、見たかもしれない新ごとに物帳。ていうかみんなよく知ってんなあー、これ見た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 。あのなんて言うんだろう、杉良太郎さんのやる同心役ってアウトロー的なお役所仕事やってますよっていう同心さんじゃなくて、本当になんかその町方同心の中でも一人浮いてるような感じの熱血感というかね、アウトロー的な一匹狼的な立場の人が多かったですよね。慣れ合わないぜみたいな、うん、そうだ、あ、慎吾取物長あれだね、岡っ引きだったんだね。そっか、この方の着物がね、もうね、なんて言ったらいいんだろう、子供心に非常にセクシーとか思ったんだよね。イチコロでしたね本当に。いやー、182番 TT アトウサギさん、やっと聞けた、今年初行案さんです、今年もよろしくお願いします。アーカイブを聞いていたのですが、私も年女です。書き込みで60年に一度と書いてあるのを行案さんが読んでいらっしゃいましたが、60歳ではないので、この間から60年に一度はどこからと、この間より、気になって気になってなんだっけなんだっけ、何の話だったっけ、ね、うん、年女ね、年女って還暦が、60年に1回回ってくるっていう、それでまあ60歳っていうね、生まれた時の実感十二支が60年に1回ぴったり回ってくるのかな確かそれで、1回ぐるっと回ったっていうので還暦の間帰るっていうね、生まれ変わって、新しい自分になるというので還暦というので、赤いちゃんちゃん子、赤ちゃんですね、を送るという風習があるそうですが、60年生きれば長生きでしたからね。そうそう、還暦ってそもそもなんで還暦っていうのか私知りませんでしたからね、20代の頃まで。会社で、会社の社長に
その当時社長だった方に、ちょっとね知り合いの方が還暦のお祝いがあるんで、その挨拶文を書きたいんでちょっと文章を見繕ってくれないかって言われて、あのなんてお手紙のね文例集の方から一生懸命探して、それで、60年に1回来るのが還暦っていうのでね、60歳の誕生日に祝うものっていうので、そうなんだと思ってそこで初めて知ったんですけど、物知らねえにも程があるんだろうとか思いましたけどね。183番こんがりさん、やったー、初生放送頑張ってください。はい、ありがとうございます。通常はね、シャレコアやコアバナサイトなどの方から、怪談怖い話をあさって読んでおります。怪談朗読ラジオあやかし語りの、語り部行安と申します。よろしくお願いいたします。184番ティティアとウサギさん、おお、3匹が切るわ、私も好きでした。またまたあるので人気シリーズでしたねって、そうそうそう、時代劇がかっこいいの分かります。八丁堀の青山様もそうですね、時代劇のがかっこいい、そうそう、青山様ね、めっちゃかっこいいよね。だから私ドラマの村上さんより時代劇の村上さんの方が好きですもん。銭形平次とかね、そうそう、大好きですけどね。185番茜子さん、あ、そう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 、中村梅之助さんね、中村梅之助さんなら伝七取物帳ですね。そうだ、半七の方じゃないよ、伝七だ。7がついてたのは覚えてたんだけど、なんだっけと思って、紫房の十手ですね。で、そうですそうです、梅之助さんは遠山の金さんもありましたよ。で、見てましたよ、遠山の金さん大好きですよ本当に。で、覚えとけっつうのよね、大好きだったらね。本当に記憶が定かでない。遠い遠い昔の話ですからね。そうだ、伝七だ。ねえ。いいな、もう一回見たいな。ビデオ屋さんにあるかな。186番目の迷い人さん。悪党さして、それ一匹じゃってなんだっけ？いちいち画面に一匹じゃ、二匹じゃって出るんだけど、時々フォントが変わるのが面白かった。悪党が40人くらいいたら大変だろうな。なんだろうこれ。一匹じゃってヘビなんだね。一匹。なんだろう。それ、これは知らない。40人、それ40匹じゃんとか、つらい。ね、時代劇専門チャンネルってあるんだけどね。ただ単純に私が見たいだけなんでね。さすがにこれを入れてくれとは言えないんだけど。なんだろうこれは。今はあれだけど出てこないね。ちょっと検索してみたけど出てこないですね。なんだろうね。さすがにこれ私見たことないと思うな、多分な。大江戸捜査もとかも見てたな。あ、さすがにちょっとあれだね。これだけでは出てこないね。でもあれだな、結構皆さん知ってますね。フォント変わるんかい。187番あかねこさん、お金に余裕があれば CS で時代劇専門チャンネルとプロレス見たいなってずっと思ってます。いつになるやらね。私も見たい、すごい見たい。 CS で時代劇専門チャンネル、あの前に住んでたアパートがね、なぜか CS が入ったんですよ。アンテナの関係なのかな、なのかわかんないんですけど、CS チャンネルで映るチャンネルがあったんですよ。全部が映るわけじゃないんですけどね。で、それで、時代劇見てましたね。今住んでるところも全然 CS 入んないんですけどね。たまにこう、ピンポイントで、ね、自分の好きなのやってるという、もう本当にあれテレビかぶりつきの状態で見てましたね。
188番ウルフマニアさん、杉良太郎さん、武道の心得があるのかなと今調べたら、合気道の養心館という伝説の達人が主催していたところで鍛えていたのですね。道理で本格派だと思ったってこと。やっぱり舞台演劇をやられてる方なんで、まあね、テレビ、まあ、最近はなかなかテレビで時代劇やられるってことはないと思いますけれども、本当に一座を連れてね、地方土佐回りってよく言いますけれども、地方の舞台で演劇やられてる方が多いみたいなんでね、やっぱり実際にドラマで撮るよりも怪我したりすることも多いでしょうから、きっちりそこら辺は体を鍛えとかないと、まあ、それこそね、自分が受けるにせよ、相手に打ちかかるにせよ、そこら辺の体の軸がしっかりしてないと大怪我したりしますから、きちんとそれはやられてるんじゃないですか。でもうずいぶん前になりますけど、その杉良太郎さんがね、一座を率いてその舞台をやるまでっていうので密着の特集を見たことがあるんですが、ほんと厳しいですよ。もうリハーサルの最中とかね、怒号が飛びますからね。でも本当にね、木刀使ってやったりとか、普段着慣れないような着物を着てね、草履履いて舞台に出てるわけですから、なんか一歩ね、足が滑ったとか言うだけでも本当に大惨事になったりね、当たりどころが悪ければすごいことになっちゃいますから、大怪我になっちゃいますからね。そういうのもあるんで、もう練習の時から真剣勝負っていうので、でしかもこう若い人をどんどん鍛えていかなきゃいけないっていう、後進を育てるためって、まあそれね、優しくするところは優しくするところであるんでしょうけれども、もう舞台の上では本当に鬼のように叱りつけるっていうね、そういうのを見たことがありますけどね、うお怖えとか思って見てましたけど、ね、やっぱ預かる一座を預かる身としてはね、怪我があってはいけない、待ってるお客さんのために、お金払って見に来てくださるお客さんのためにもね、舞台が台無しにならないように、何事もなく、幕を引くまでが舞台ですからね、その責任感たりはすごいものがあると思いますけれどもね。189番ブラックドクさん、盾といえば影の軍団が大好きでした。出演者が皆さん動きのがたまりません。かっこよかったですね。もうね、なんだろう、本当にね、今と比べちゃいけないのかもしれないけども、もうそのね、やってらっしゃる方の年代とかそういうのもあると思いますし、比べちゃいけないのかもしれませんけれども、プロでしたよね。プロの集団でしたよ、はい、いやー、もうなんかそっちの方に目が行っちゃったりとかしましたもんね。こう切られて橋の上からトンボ切ってね、川に落ちたりとか、痛そうとか思いながら見てましたけど、すげえな、今日時代劇で盛り上がってんな。190番目の迷い人さん、金さんがチンピラに絡まれる時のガタガタすんじゃねえ、左で埃が立つんだよというセリフ好きだったな。あと肩肌脱ぐとき、扇子を後ろにポーンと放るときと帯に挟むときがあるんですよね。その後の決め台詞も大きく分けて2つのパターンがありますね。みんな見てんな、みんな見てんな、おうおうおうってやるんだよね。黙って聞いてりゃいい気になりやがって。もうね、なんだろう、お武家様口調からね、 なんだろうゴロつき口調に変わるギャップがもうたまりませんでしたね。いやー、みんな見てんな。191番ブラックドッグさん、セクシーな時代劇といえば、これはなんだっけ、はぐれ雲だっけの渡里哲也さんの着流しが最高にかっこよくて憧れましたねってね。このフローグモって書いて何て読めたったっけ、フローグモ違うかな。はぐれ雲でよかったんだっけ、秋山ジョージさんでしたっけ、これはぐれ雲で合ってた、あ、やっぱそうだ、いや、秋山ジョージじゃね、ジョージ秋山さんだ。失礼ね、あったね、あちきって呼ぶ人ですよね。そうそう、ちょっとエッチなお話ね、うん、読んでたな、ビッグコミックか、ビッグコミックオリジナルか、1973年、
そんなに昔からやってたんだ。1973年って2歳ですよ私。まあね、もう年バレてるから言っちゃいますけどね、2歳ですよ。長寿だな。おお。192番目の眉人さん、一匹じゃはじゃだったかも、あの蛇ね、蛇じゃなくて横島だったかもということで、おお、なんだろうね、気になるな。間違えた。横島か、なんだろうね、いろいろ決め台詞がありましたよね、時代劇ってね。それをこう比べるのもまた面白かったりとか、なんだろうね、邪剣始末、邪剣始末これじゃないね、なんだろう、あれなん、これ今この一文字に一匹じゃのじゃをね横島にしてみたんですけど、これになんかちょっと引っかかるところがあったんだけど、どれだろうね、どれだろう、いや今これ探し出しちゃったあれなんでね、また後で探しますけれども、で今なんか引っかかったね。おお、ちょっとこれ探しますね。私が気になっちゃったよ。なんかね、このね、時代劇についていろいろとこう書き込みのあるあれがね、掲示板を発見してしまいましてね、物書きどころ過去の記録71ってやつですね。今あの時代劇で一匹じゃのじゃを蛇から横島に切り替えて検索したんですけどね、こういうのが引っかかったんですが、なんだろうね、後でちょっと全部調べよう。調べようっていうか、なんかね引っかかったよ検索に。どれだろうね、結構な量書き込みがあるんでね、これ全部見てたら終わんなくなっちゃうもんね。でも気になるな。なんだろうな。オランダ左近、違う、時代劇で悪人を切るときいろいろ決め台詞あるけど面白いですね。全部集めたらきっと評判になるかもね。旅ガラス事件帳、三途の川の船頭よ、鞍馬天狗、過去目黒、おとなしく土に帰れ、破れ傘当主、叩き切ってやる、暴れ八首、閻魔の使いよ、桃太郎、一つ人の生き血をすすり、オランダ左近、一匹じゃ、オランダ左近です、これ。暴れん坊将軍、成敗、などなど、面白いでしょ、暇だからいっぱい集めてみようっと、っていうふうにね、時代劇関係のね、ところで書いてありましたけど、オランダ左近らしいですよ。知らんな、見てねえな、多分。見てないも何も。見れないっす、私これ。今、オランダ左近で調べたら、オランダ左近事件帳、フジテレビ系列にて1971年10月12日から1972年3月28日まで、毎週火曜20時からの1時間枠で放送されたテレビ時代劇、高橋英樹主演全25回ということで、見れないよ。生まれたばっかだもん、私。知らんわけだ。71年に生まれてますからね、私ね。そら見てませんわ。あー、すっきりした。すっきりした。193番、ティティアとウサギさん。子供の頃は桃太郎侍とか必殺とか、今思い返すと基本は仮面ライダーとかヒーローものと変わらないんですねって。そうそうそう。ね。青山様はぼーっと見てました。現代劇の村上様はちょっとやぼったい感じ。失礼ってね。そうそう、スーツ着ちゃったりとかね。ちょっとカジュアルな格好しちゃうと、いや、そうじゃない。そうじゃないんだなっていうイメージの方が先に来ちゃってね。こう、どうにも落ち着かなくなりますね。だから松平健さんが、スーツで、と
登場したりとかすると、どう見てもあんたそっち系の人でしょっていう風になっちゃうんだけど、違和感というかね、なんていうかね、もうお尻がもぞもぞするっていうかね、尻の座りがこうね非常に悪いっていうか、そうじゃないんだなっていうすっごいありますそれいやだからって言って俳優さんがね、ドラマやるのが嫌いとかじゃないんで見ますけれども、こうあいやうんいやうん着物の方が良かったなっていうね感想を胸の中に抱きつつね、見てますよ、はい194番、茜子さん、昔の時代劇地上波での再放送難しいのがかなりありますね。座頭市はまず無理だし、子連れ狼は最初のシリーズは大五郎まだ服役中だから難しいでしょうねそうだそういう問題もあるんだ。確かにそうだよね、大五郎まだ服役中だったね。でも惜しいな結構ね。確かにね、表現的な問題とかありますからね。夜中にでもやんねえかな夜中やっても誰も見ないかいや見るぞ、私は見るぞ。いろいろ規制があるのかもしんないけど、でもなんかやってほしいな。やっぱあれですかね、ビデオ屋さん行くしかないですかね。195番目の迷い人さん、時代劇はばあちゃんが好きで子供の頃よく一緒に見てました。歴代黄門様全部知ってます。うーすげえさすがだし、私歴代黄門様全部言えないわ。おーすごい。196番茜子さん、時代劇俳優さんの意外な配役、杉良太郎さんは実写版ハットリ、忍者ハットリくんのケムマキ、村上弘明さんのデビュー作は仮面ライダーです。役じゃないけど松平健さんは俳優になる前になぜか新日本プロレスに入門する寸前まで行ってます。詳しいな詳しいな。実写版忍者ハットリくんのケムマキ、そんなそんな、なんて恐ろしい。そんなこと言われたら調べたくなるじゃないですか。今出てきた忍者ハットリくんの画像の破壊力に腹筋が。なんだこの出来の悪いお面のような。あ、本当だ。本当だ、出てきた。本当だ。すげえ。意外な真実。そっか。実写版怖えな。服部くんの実写版怖えよ。夢に出てきそうだよ。まばたきしない服部くんの顔が。みんないろいろあって俳優さんやってんだな。197番ウルフマニアさん、滝坂井さん、坂井さんでいいんだよね、滝田坂井さんの盾も好きです。抜刀術らしいですね。魔界転生の若山と三三郎さんの盾は素晴らしかったです。これはみんな見てますな。魔界転生はあれだよ、私ジュリーさんのね、沢田研二さんのだったっけ。本当に本当にやばい。またこうね、魔界転生、もう今日何回私これググってんだよ。魔界転生、これ誰がやったんだっけ。沢田研二でよかったんだっけ。そうだ、沢田研二と真田広之かなんかが出てたのを見たんだよね。だから若い、私が見たことがあるのはこの魔界転生だけだから、多分そのね、和歌山富三郎さんのは知らないと思う私。目金色になってる。これって原作は誰だったっけ。魔界転生、これは原作誰だったっけね。なんかね、図書館で見たことあるんだけど、その頃は、あ、山田風太郎さんだ。そうかそうか。
もう何回も映画化されてんですよね。1981年、2003年。ね、まあ、演劇で公演されたりとかもしてますし、これ結構有名ですよね。細川ガラシャを知ったのが私この作品だったのかな。で、細川ガラシャさんってどんな人なのかも知らずに、なんだろう、その隠れキリシタンだったというので、こうなんかダークなイメージがいや結局ね、なんていうの、その隠れキリシタンとして迫害されて、まあちょっと不幸せな人生を終えたみたいな感じで紹介されてたっていう記憶があるんで、結構ねダークな人だと思ってたんですよね。どういう人なんだろうって。でまた名前がガラシャじゃないですか。でもね、どんな人なんだろうとか思ってたら、すっげえ美人だったっていうね、で、非常にこう頭が良くて、夫によく仕えたっていうのでなんかダークなイメージ持ってごめんなさいっていうね心の中で謝ったことがありましたけどね。198番ティティアとウサギさん、あーはぐれ雲、確かに渡さんかっこよかったですね。シンさんみんな知ってんな本当にな。199番目の迷い人さん、あーそうだオランダサコンだ、ありがとうスッキリってことでね、ようやく見つけましたよ。私もスッキリしましたよ、ね、まあ気持ちもスッキリしたところで本日3本目のお話に行きましょうかね。本当にねあれですよ、ある特定の話題で盛り上がると朗読が進まないという悪癖がありますんでね、ここの放送主は、注意しないといけませんね。はい、では本日3本目のお話に移らせていただきたいと思います。殿様の茶碗。昔ある国に有名な陶器師がありました。代々陶器を焼いて、そのうちの品といえば遠い他国にまで名が響いていたのであります。代々の主人は山から出る土を吟味いたしました。またいい絵描きを雇いました。またたくさんの職人を雇いました。花瓶や茶碗や皿やいろいろのものを作りました。旅人はその国に入りますと、いずれもこの陶器店を訪ねぬほどのものはなかったのです。そして早速その店に参りました。ああなんという立派な皿だろう、また茶碗だろうと言って、それを見て感嘆いたしました。これを土産に買っていこうと、旅人はいずれも花瓶か皿か茶碗を買って行くのでありました。そしてこの店の陶器は船に乗せられて他国へも行きました。ある日のことでございます。身分の高いお役人が店頭にお見えになりました。お役人は主人を呼び出されて陶器を仔細に見られまして、なるほど、上手に焼いてあると見えて、いずれも軽く、しかも手際よく薄手にできている。これならばこちらに命令をしても差し支えあるまい。実は殿様のご使用を遊ばされる茶碗を念に念を入れて作ってもらいたい。それがために出向いたのだ。とお役人は申されました。陶器店の主人は正直な男でありまして、恐れ入りました。できるだけ念に念を入れて作ります。誠にこの上の名誉はございません次第です。と言ってお礼を申し上げました。役人は立ち帰りました。その後で主人は店のものを全部集めて事の次第を告げ、殿様のお茶碗を作るよう命ぜられるなんて、こんな名誉のことはない。お前方も精一杯にこれまでにない上等な品物を作ってくれなければならない。軽い、薄手のものがいいとお役人様も申されたが、陶器はそれが本当なんだ。と主人はいろいろのことを注意しました。それから幾日かかかって
殿様のお茶碗が出来上がりました。またいつかのお役人が店頭へ来ました。殿様の茶碗はまだ出来ないかと役人は言いました。今日にも持って上がろうと思っていたのでございます。たびたびお出かけを願って誠に恐縮の至りに存じますと主人は言いました。定めしかるく薄手にできたであろうと役人は言いました。これでございますと主人は役人にお目にかけました。それは軽い薄手の上等な茶碗でありました。茶碗の地は真っ白で透き通るようでございました。そしてそれに殿様の御紋がついていました。なるほど、これは上等の品だ、なかなかいい音がすると言って、お役人は茶碗を手の上に乗せて爪で弾いて見ていました。もうこれより軽い薄手にはできないのでございますと主人はうやうやしく頭を下げて役人に申しました。役人はうなずいて早速その茶碗を御殿へ持参するように申しつけて帰られました。主人は羽織袴をつけて茶碗を立派な箱の中に収めて、それを抱えて参上いたしました。世間にはこの町の有名な陶器店が今度殿様のお茶碗を念に念を入れて作ったという評判が起こったのであります。お役人は殿様の前に茶碗を捧げ持って待って茶碗を捧げて持ってまいりました。これはこの国での有名な陶器師が念に念を入れて作った殿様のお茶碗でございます。できるだけ軽く薄手に作りました。お気に召すかいかがでございますかと申し上げました。殿様は茶碗を取り上げてご覧になると取り上げてご覧なさると、なるほど軽い薄手の茶碗でございました。ちょうど持っているかいないか気のつかないほどでございました。茶碗の善悪は何で決めるのだと殿様は申されました。すべての陶器は軽い薄手のをたっ飛びます。茶碗の重い厚手のはまことに品のないものでございますと役人はお答えしました。殿様は黙ってうなずかれました。そしてその日から殿様の食前にはその茶碗が備えられたのであります。殿様は忍耐強いお方でありましたから、苦しいことも決して口に出して申されませんでした。そして一刻を司っていられる方でありましたから、少しぐらいのことには驚きはなされませんでした。今度新しく薄手の茶碗が上がってからというものは、三度のお食事に殿様はいつも手を焼くような暑さを顔にも出されずに我慢をなされました。いい陶器というものはこんな苦しみを耐えなければ愛玩ができないものかと殿様は疑われたこともあります。またある時は、いやそうではない、家来どもが毎日俺に苦痛を忘れてはならないという忠義の心から暑さをこらえさせるのであろうと思われたこともあります。いやそうではない、みんなが俺を強いものだと信じているので、こんなことは問題としていないのだろうと思われたこともありました。けれど殿様は毎日お食事の時に茶碗をご覧になると、なんということなく顔色が曇るのでございました。ある時殿様は山国を旅行なされました。その地方には殿様のお宿をするいい宿屋もありませんでしたから、百姓屋にお泊まりなされました。百姓はお世辞のない代わりに誠に親切でありました。殿様はどんなにそれを心からお喜びなされたか知れません。いくら差し上げたいと思っても、山国の不便なところでありましたから差し上げるものもありませんでしたけれど、殿様は百姓の真心を嬉しく思われ、そしてみんなの食べるものを喜んでお食べになりました。季節はもう秋の末で寒うございましたから、熱いお汁が体を温めて大変うもうございましたが、茶碗は熱いから決して手が焼けるようなことがありませんでした。殿様はこの時ご自分の生活を何という煩わしいことかと思われました。
いくら軽くったってまた薄手であったとて茶碗に大した変わりのあるはずがない。それを軽い薄手が上等なものとしてあり、それを使わなければならぬということは、なんといううるさい馬鹿げたことかと思われました。殿様は百姓のお膳に乗せてある茶碗を取り上げてつくづくご覧になっていました。この茶碗は何というものが作ったのだと申されました。百姓はまず誠に恐れ入りました。実に粗末な茶碗でありましたから、殿様に対してご無礼をしたと頭を下げてお詫びを申し上げました。誠に粗末な茶碗をおつけ申しまして申し訳ありません。いつであったか町へ出ましたときに安物を買ってまいりましたのでございます。このたび不意に殿様においでを願ってこの上のない光栄に存じましたが、町まで出て茶碗を求めてきます暇がなかったのでございますと正直な百姓は言いました。何を言うのだ、俺はお前たちの親切にしてくれるのをこの上なく嬉しく思っている。いまだかつてこんな喜ばしく思ったことはない。毎日俺は茶碗に苦しんでいた。そしてこんな重宝ないい茶碗を使ったことはない。それで誰がこの茶碗を作ったかお前が知っていたなら聞きたいと思ったのだと殿様は言われました。誰が作りましたか存じません。そんなものは名もない職人が焼いたのでございます。もとより殿様などに自分の焼いた茶碗がご使用されるなどということは夢にも思わなかったことでございましょうと百姓は恐れ入って申し上げました。それはそうであろうが、なかなか関心な人間だ。ほどよいほどに茶碗を作っている。茶碗には熱い茶や汁を入れるということをそのものは心得ている。だから使うものがこうして熱い茶や汁を安心して食べることができる。たとえ世間にいくら名前の聞こえた陶器師でも、その親切な心がけがなかったら何の役にも立たないと殿様は申されました。殿様は旅行を終えてまた御殿にお帰りなさいました。お役人らがうやうやしくお迎え申しました。殿様は百姓の生活がいかにも簡単でのんきで、お世辞こそ言わないが親切であったのが身にしみておられまして、それをお忘れになることがありませんでした。お食事の時になりました。すると膳の上には例の軽い薄手の茶碗が乗っていました。それをご覧になるとたちまち殿様の顔色は曇りました。また今日から熱い思いをしなければならぬかと思われたからであります。ある日殿様は有名な陶器師を御殿へお呼びになりました。陶器店の主人はいつかお茶碗を作って奉ったことがあったのでお褒めくださるのではないかと内心喜びながら参上いたしますと、殿様は言葉静かに、お前は陶器を焼く名人であるが、いくら上手に焼いても親切心がないと何の役にも立たない。俺はお前の作った茶碗で毎日苦しい思いをしていると諭されました。陶器師は恐れ入って御殿を下がりました。それからその有名な陶器師は厚手の茶碗を作る普通の職人になったということです。以上、殿様の茶碗をお届けいたしました。はい、本日3本目のお話、殿様の茶碗を読ませていただきましたね。なんだろうね、実用的な茶碗と芸術品としてね、こうめでるための茶碗というのを履き違えてしまったというか、ごっちゃになっちゃったっていうようなね、まあこう陶器作りの名人のお話でございましたけど、そうね、薄くなったらさら熱が直に手に伝わるから熱いわね。
今、自分の使ってる茶碗ですけれども、結構ね、通常のお茶碗よりもね、厚手の茶碗を使ってるんですが、もう20年ぐらい使ってるのかな、今の茶碗。あっちこっち欠けちゃってね、ひび入ったりしてますけれども、それ以上に使い勝手のいい茶碗が見つけられないんでね、いまだに現役で使ってますけれども、お茶漬けが作れないんですよ。お茶漬け作ろうと思ってお湯入れるとね、ひびの入ったところからお湯がたーっと漏れてきちゃうんで、お茶漬けは別の茶碗で作ってますけれども、通常ご飯を食べる分にはね、全然困らないという。一回ね、それまで使ってた茶碗、うちの母親が割っちゃったんですよね。で、それで慌てて買ってきたって言って見せてもらった茶碗が、こうことのほか手に馴染むというので、今それをずっと使ってるんですけれども、あれがね、真っ二つにパンと割れてしまわない限りはずっと使い続けていこうかなと思ってますけれども、炊きたてのご飯とかを入れた時にね、あんまり薄手の茶碗だと本当直に熱が手に伝わってきますから、食べにくいだろうなと思いますよね。芸術品として飾って目で楽しむものだったら、薄手で軽い茶碗ね、ここまでこう技術の粋を集めて、薄く軽く作ってみましたって言うんだったらいいのかもしれませんけども、実用的じゃねえなっていう。ちょっとこう天狗になってしまったがために殿様に諭されてしまったという職人のお話でございました。200番ウルフマニアさん、ジュリーの魔界転生でいいです。ラストの方で柴千一さんの野牛十兵衛と戦いました。なんとなくだけど記憶にあるかも。ダメ、ないね、記憶にないね。ごめん、魔界転生で一番記憶に残ってるのはジュリーと真田広之のキスシーンっていうね。あれと細川ガラシャっていう名前しかもう記憶にインプットされてない。あれがね、あまりにも強烈だったせいでね、そこだけパーンと焼き付いちゃって、あとは細川ガラシャさんの名前がこうインパクト大だったんでね、それだけは覚えてるんですけどもね、ラストの方とか覚えてないな。ダメだな。そっか、千葉真一さんが野牛十兵衛やってたのね。201番目の迷い人さん、服部くんの実写版リアルタイムで見ました。でも怖かったのですぐ見なくなった。怖いよあれ、怖いよ、お面なんだもん。服部くんの顔したね、お面でね、水の中からあんなの出てきたら怖いわ。まばたきしないんだろうなきっとな。202番赤猫さん、すみません、杉良太郎さんの煙巻きは別の方のようです。こうやって、ああそうかね、なんかね、でもあれ眉毛濃いね。写真でさっき見たけど眉毛濃いね。でしかもカラーじゃなくて白黒だから、いまいち誰だか分かんないっていう。すげえな。203番目のまゆびとさん、あそうか、なんか物足りないと思ったら、今日は使い魔のカラスがギョワーギョワーって鳴かないんだということで、そう、1月はね、とりあえずお使いカラスのあぎょうくんはお休みさせております。1月はどうはということで鈴が転がっておりますね。でそしてこの鈴がですね、意外と短い、サイクルでなってくれるんでね、ボタンを押すのが間に合わなくて途中でブチって切れたりとかしてますけれども、大体は私の操作ミスです。2回も3回も4回も転がったりしてますけどね、はい、2回で切ろうと思ってるんですけど、あたふたしてる間に3回目が鳴り始めたりとかね、してますよ。この間4回鳴らしたな。
204番プリンママさん、初コメです。時代劇と聞いてつい書き込んでしまいました。長崎ハンカチョウもいいよん。47人の資格なんかどうでしょうってことで、初コメありがとうございます。そうなんですよ、なんかね、なんか時代劇になった。長崎ハンカチョウ、長崎ハンカチョウ知ってるかな。知らないかもしれないな。どうだろうな、誰が出てたんだこれよ、ウィキペディア。あ、今なんか、よろずや金之助さんか、見てないな、これは見てなかったですね。1975年かの4月から9月まで全26回。ほう、よろずや金之助さん、日野翔平さん、杉本美希さん、田中邦衛さん他、結構豪華ですね。松平忠志郎っていいのかな長崎奉行にして闇奉行、なんかかっちょいいじゃないですか。これは見たことないな。ほう、なんかすごい、第1話すごい男がやってきたとか北村総一郎さんとかゲストで出てたの、すごい。結構私の知らない人がじゃない、私の知らない作品がいっぱいあるね。時代劇そんな網羅してるわけじゃないんでね、抜け落ちてる見たことのないものはたくさんありますけれども、やっぱね、中学高校の頃は見る時間も、部活で忙しくて見る時間もなかったし、やっぱりちょっとね、クラスで友達の会話についていこうと思ったら時代劇見てる暇なんてなかったんで、その頃はね見てなかったりとかしてましたけれども、結構知らない作品いっぱいあるな。47人の資格、47人の資格、あー違う、その資格って記号の資格が出てきちゃって、資格、あ違うなんで一回で出てきてくんないの。あ、出た出た。これは誰、47人の資格、原作は池宮翔一郎の小説47人の資格。知らん、多分見てないなこれもな。出演者、高倉健さん、中井貴一さん、宮沢りえさん、西村明さん、石坂浩二さん、浅岡瑠璃子さん、森重久弥さん、豪華ですね。あ、一応中心蔵なんですね。まあそうだね、四十七人っていうことは中心蔵ですよね。すごいね、大石と一文字屋の娘カルトの恋を中心にした中心蔵を描いて、大石蔵之介さん、奥さんいるじゃん、アグリさん奥さんじゃなかった、奥さんいるじゃん、奥さんも息子もいるじゃん、ダメじゃん恋とか。じゃああれだ、中心蔵をまたちょっとアレンジした形のね、時代劇になってたんですかね。いろいろあるね。205番八木さん、あやかしさんこんばんは、遅くなりましたが今から聞かせていただきますね。やった、生あやかしさんだということで、はい、いらっしゃいませでございます。ね、もう寒くなってまいりましたから暖かい格好で、お付き合いくださいませ。206番金子さん、昔はアニメでも時代劇仕立ての作品がありましたからね。これ佐竹と一取り物控え、サスケ、カムイ外伝とか、実写でも仮面の忍者掲げ、変身忍者嵐、解決ライオン丸、今出しても無理がある設定ですねサスケは見てたかな、サスケは見てたよ、カムイ外伝は見てなかったかな、赤影は見てましたね、変身忍者嵐は知らないけど、解決ライオン丸は見てました。見てた見てた。相当設定に無理があるよね。
だから、解決ライオン丸なんかは今でいうところのヒーローもの的な存在ではあるんだけど、設定が時代劇っていうね、しかも変身するっていうねそうそう、なんだっけ、敵が虎なんだよね、なんだっけ、ついこの間テレビで見たのに、ついこの間テレビでなんかそういうのやってて見たのに名前が思い出せない。私今日放送中にどんだけググってんだよ。タイガー・ジョーだ、タイガー・ジョーそうそう、敵がね虎なんだよね、タイガー・ジョーだよ。いやー、相当無理がある設定だったよね。でも好きだった。なんだろうな、ある種のヒーローでしたよね、その当時のね。今でこそこう戦隊ものだったりとか仮面ライダーだったりとかしますけれども、その当時のヒーローつったら本当に赤影とかね、ライオン丸、そんな感じでしたよねもうね、なんだろう、戻りたいあの時代に207番目の迷い人さん、こちらの地方のあるテレビ局では昔の時代劇をいろいろ再放送してますよ。今は八丁堀の七人やってるってことね。今うちの方でも時代劇再放送やってるんだな。あ、今暴れん坊将軍かな、今暴れん坊将軍やってますね。暴れん坊将軍と八丁堀の七人と北王子金屋三番の方の小連れ狼かな、サイクルとしては多分。あともう一本なんかやってたかな。最近ちょっと3匹が切る再放送やらなくなったな、あれ好きなんだけど多分ね3本か4本で、ずっとくるくる回ってる感じだったかな。うん、そうそう。いやー、208番よっこりーなさん、こんばんはです。昨日仕事で下手こいてしまいました、悲しいですって、ね、あー、こんばんはです。あるよ、ある。うん、私もすげえことやったことあるもん、印刷でね、直したはずのもん直してなかったっていうね、前の版で行っちゃったっていう、あの、まあ、版って要は版画の版ですけども、直した版は別にあるんですよ。直してない方の版を印刷に回しちゃったんですよ。で、お客さんからめちゃめちゃ怒られたっていうことがありますけどね。ええ、何回かありますよ。ね、悲しいですけれども、落ち込むだけ落ち込んだらね、あとは、なぜそうなったのか、で、次にね、それをやらないためにどうしたらいいのかっていうのを前向きに考えてやらないと、結局同じこと繰り返しちゃいますから。悲しんで落ち込んだら、あとは温かいもの飲んで浮上しましょう。うん。あれですよ。誰かに愚痴りたいときは、バンバンメールください。いいですよ。お返事できないかもしれませんけれども、吐き出すだけ吐き出していただいてね、聞くだけ聞きますんで、また放送の最後の方にメールアドレスをお伝えしますので、もしね、もうこんななのよっていうのを吐き出したいとかあったら、どうぞ送ってきてやってくださいませ。はい、209番目の迷い人さん、私が長年愛用しているのは時代劇の飯屋で出てくるような厚手の丼です口が回ってね、丼です、のれんくぐって、おう飯くんねって言うと、あいよーって出てくるやつね。わかる、わかる。なんだろう、何色って言ったらいいの、ネズミ色ともまたちょっと違う、独特の色合いですよね。あれにこうご飯ペペンってついで、あいよっ って出てくるやつ。おう、おかみ、茶漬けくんねって言って、ああ、もう、時代劇210番、見張り番、見張り番さん。ギョアンさんの日本昔話に出てくるような茶碗に笑そう、本当にあちこち欠けてんだよもう20年ぐらい使ってっからね、縁とか結構欠けてるんだけど、もう買い替えらんない、うん、すげえひび入ってっけど
これ長年使ってからね、あれで、爪で弾くとね、ひびの入ってない茶碗って、ピーンって音が綺麗に響くんですけど、ひびが入るとね、カスッ、カスッって音がするんですけど、もうカスカスどころの音じゃねえっていうね、うん、ガスッって音がするんですけど、いやー、本当にね、いい加減買い替えたらって多分、みんな言うと思う。でも買い替えない。もう本当にそれこそ2つに言われて、もうダメでしたっていうところまでいかないと、買い替えないかもしれない。でもね、もしかして真っ二つに言われたとして、自分にそれをつなぐ技術があったら、つないで使うと思う。そんだけ好き。すっごい愛着あるの、今の自分の茶碗に。買い替えない。もうこのままできるなら、このまま一生使っていきたいね。211番目の迷い人さん。佐竹じゃなくて、これ、サブと一ね。私は少年サンデー読んでました。とかで、佐藤の佐に、武士の部でサブって読むのか。佐竹じゃないのに、すいませんね。へー。サブと一か。少年サンデー。おー。最近の少年サンデーって言うと、私はあれだな、月光条例と何読んでたっけ月光条例と何読んでたっけ。結構ね、読むのが偏ってるんでね。でも絶対こう忘れずに読むのは月光条例ですかね。うん、そう、まあサンデーのあれだ。212番ティティアとウサギさん。カムイ好きでしたよ。光あるところに影がある。誠忍者の掟ってやつですね。ライオン丸、赤影も大好きでした。てか白影が好きだった。昔はおじいちゃんと思ってたけど、かなり若い人だったんでしょうね。ね、あー、俳優さんとかね、結構メイクとかでね、随分とこう老け顔に作ったりとかしてたみたいですからね。白影もうね、何年前だよ懐かしいな。でも、いや、結構みんな覚えてますね。赤影とかあれ、髪型めっちゃ現代風だもんね。うん、これ少年サンデー、横山光輝さんで少年サンデーで掲載されてたんですね。おお、なんかすごい。豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教が流行っていたというアバンタイトルにあるように、藤吉郎は天下平安を願い、飛騨の里の影一族に助けを求め、赤影、白影、青影の3人の忍者が駆けつける。かくして彼らは藤吉郎の命を受け、奇怪な忍者集団との戦いを繰り広げていく。っていうか、君たちも結構奇怪だよっていうね。そっか、これ、今ふっと見たらね、アニメ版の仮面の忍者赤影のね、声が、赤影が、古川俊夫さん、青影が野沢雅子さん、白影が、これは、私いつも源太って呼んでたけど、これ黒田だよね。源田でよかった。源田鉄章さんですね。シュワちゃんの声なんかをよくやってる方ですね。が、アニメ版の声をなさってたって。へえ、テレビドラマ版は赤影が坂口雄三郎さん、青影が金子義信さん、白影が牧藤吉さんって方ですか。ほう、あ、違う、牧冬吉さんだ。へえ、ハリマオハリマオ出てたの不契約だが、当時マキは37歳だったってことで、すげえ、37歳で老人役やってたんだ。
すごいな。213番目の迷い人さん、さっきのねサブと1ねっていう、はい、石森章太郎の漫画、おー石森章太郎さんのか、ほうへー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 っていうことは結構年代的にはサブと1取り物控えってやつか。あ、今ちょっと画像で検索して、はあ、はあははあ、これはセット、あ、これサンデーだったんですか。あ、本当だ、サンデー、1966年に少年サンデーで連載を開始で、1968年に月刊ビッグコミックに連載の場所を移すと。これ私が生まれる前なんでさすがに読んでないですね。おー、サブと一取り物控え、日本の漫画、そら、まあ日本の漫画、そらそうだへー、で、これはアニメになったり、あ、テレビアニメ、テレビドラマ、小説って書いてあるな。ほう、そうなんだね、これ贋作サブと1取り物控えって、あ、2013年に本作品を掲載していたビッグコミックが創刊45周年を迎えるにあたり、これを記念して5号にて、細野富士彦によるリメイク作品贋作サブと1取り物控えが読み切りとして連載された。へえ、なんだろう、贋作とか書いてあるからなんだろうとか思っちゃった。はあ、知らなかったな。214番目の迷い人さん、白戸三平の漫画って忍者がなんか技使うとわざわざ一コマ割いて解説が書いてあるんですよね。でマジですかマジですか、へえ、あの漫画ではね読んだことなかったんだよね。でわざわざ一コマ割くんだ、親切っちゃ親切ですね。ああ、なるほどね。でもきちんと解説してあった方がこう頭の中で動かしやすいですからね、キャラクターをね、あ、なるほどこういう動きをするんだなみたいな。親切っちゃ親切ですね215番ウルフマニアさん、時代劇で食ってるそばとか食いたいね。ギョンアンさんはそばじゃなくてうどんだったねって言って、そうそうそう、そばじゃなくてうどんなのよ。あのねあれ、さっき話したね、ネットラジで時代劇を放送されてる方が、今年のお正月だったかなに、年末から読んでたのがあって、それがね、2本ともお蕎麦だったんですよ。長いからっていうので半分に割って、31日と1日で読まれたのかな、確か。藤枝梅安のね、バイアンみそかそばってやつと、正月4日の客っていうので、ね、両方ともおそばにまつわるお話だったんですけれども、で、基本的に私おそば食べない人間なんですが、ちょっとねその話を聞いてね、あれです、みそかそばの方はねそんなあれじゃなかったんですけど、正月4日の客の朗読を聞いてね、真田そばっていうのを非常に食べたくなりましたね。お正月の4日の日にだけそのお店の人が、お店の主人がね作るっていうお蕎麦なんですけれども、真田っていうぐらいですから、信州松本のネズミ大根という大根を取り寄せて、それをおつゆに入れてね、辛いおつゆを作ると、でそれに、蕎麦をつけて食べるっていうので、まあ、その地方に伝わってたお蕎麦らしいんですが、まあ、江戸の人の口には合わないという、なので、正月4日の日にはお客さんがなかなか入ってこないんだけれども、たまたまその日にやってきたお客さんに、すいません今日はこういうことでねこのお蕎麦しか作ってないんですよっていう話をしたら、じゃあそれをもらおうかと、で、その真田蕎麦を食べたお客が、いやーうまい、
なるほど、真田そばとはよく言ったもんだっていうのでね、それから毎年、正月4日の日に来てくれるようになるんですけれども、そのそば屋の主人と、そのお客さんのね、交流からこうそおそばをまつわる交流から話が進んでいくんですけれども、非常に味のあるお話で、普段年に1回大晦日にだけ食べりゃいいやと思ってるおそばですけれどもね、なんだか無性にその話をこう聞いてて食べたくなりましたね、真田そば、うん、辛いおつゆいいじゃないですかと思ってね、ありましたね。216番目の迷い人さん、今はいい接着剤いろいろありますぜっていうねさすがに茶碗にね、接着剤はね、とりあえず食品に害のない接着剤だったらいいかなと思いますけれどもね、アロンアルファとかでくっつけたお茶碗では食べたくないかもしれないな、うん、だからあれ次、次だっけ、次でいいんだっけあれ、うん、あれをね、自分で技術を持ってたり、近くにそういうのをやってくれるね、修繕してくる、繕いか、やってくれるところがあるんだったらね、もし割れても持ってって繕ってほしいなとか思ってるんですけどね。217番 TT やとうさぎさん、20年、私は中学の時から使っているので30年以上買った。私のご飯茶碗は割れていませんが、お茶の茶碗は割れましたが、リオンさんも私も瀬戸物屋さん泣かせですねね、10年以上同じ茶碗使ってるとか、瀬戸物屋さん泣かせだよね、買い替えないんだからそうそう、いやー、湯飲み茶碗はね、今ね食事の時にお茶飲むのに湯飲みを使ってないんで、マグカップを使っちゃってるんでね、湯飲みは本当にお客さんが来た時ぐらいしか使わないんですけどね。目音の湯飲みを持ってたんですが、相方の方の割っちゃいましたね、確か落としちゃったんじゃないね、洗ってて、その置いてあった茶湯飲み茶碗の上に落としちゃったんだな、物をそれで割っちゃったんですね、確かね、うん、だから私の湯飲みしか残ってないですね。でそれも普段お茶飲むのには使ってないですからね、うん、ご飯茶碗。そう、218番目の迷い人さん、欠けたり割れたりした陶磁器は漆と金で修理できます、金繕い金直しと言われる技法ですね。お皿なんかもね、割っちゃったりとかしたところはきちんと割れた破片を持っていくと繕ってくれるって、漆でこうくっつけて、そのくっつけたひびのところをこう金でね、縁取ってやってくれるっていう。で修繕してもらったその陶磁器っていうのは、元あったものよりも格が上がるっていう風に言われてますよね。でそういう技術で長くこう愛着を持って使ってもらいたいっていうのがいいなっていう風に思いますよね。いいな、私も割れたらそれで繕ってほしい。どっか近くでやってないかな219番目の迷い人さん、小枯らし文次郎がやる丼の中に魚も漬物も味噌汁もぶち込んで箸でぐちゃぐちゃにかき回してろくに噛まずにずるずる飲み込む食べ方が衝撃的でした。子供の間で流行ったけど、みんな親に叱られてやめたようですそらそうだろうな、そら私が親でも怒るわ確かにね、うーん、子供心にはかなり衝撃的な食べ方ですけどね、おーって思って、あなるほど220番 TT やとうさぎさん、赤影って何でもありだったかも、妖怪みたいのもいたし、機械も出てましたよ、爆弾とか普通にあったような記憶がうろ覚えですが、この間テレビで UFO が出てたと言ってましたねすげえ、何でもありだあれで何でもありで思い出したのが、よろずや金之助さんがやってた時代の子連れ狼の大五郎の手押し車マシンガンがついてたり、雪山でソリになったりすげえかっけーとか思いましたね、うん、あれ欲しいとか思いましたよ、子供心に。
すげえ、あれ、取ってひねるとなんか出てくんだぜみたいな、次何が出てくんだろうと思ってワクワクしましたけど、よく考えたらマシンガンとかどこに弾を、ね、乗っけてんだよっていう、大五郎乗る場所なくなんだろうとか思いましたけどね。結構あれだよね、昔の時代劇の方が何でもありでしたよね。UFO 出たか、とうとう UFO 出たか。221番目のマヨビタさん、風の藤丸というアニメは番組の最後に忍者の技や道具の解説が毎回あった。おお、風の藤丸、風の藤丸、あ違う。これも、1964年6月7日から1965年8月31日にかけて NET テレビ系列で全65話。ほう、まあ、白黒ですわね。今私が見てるのがこれが、1964年放送のだから白黒のですけれども、 YouTube の方にカラーのが上がってるみたいです。オープニングということで上がってるみたいですけれども、おー、東映アニメーション。お、あー、こうなんかあれだな、時代を感じさせる絵柄だな。こう眉が太くてね、キリッとして、目がパッチリという、少年忍者風の藤丸、いいっすね。今あんまりこういう絵柄で描かないよね。すごい目鼻立ちくっきりしてていいですね。あ、でも解説してくれるといいよね、これね、投げっぱなしじゃなくて、でなんかこうちょっと知ってね、偉くなった気分になったりとかね、俺知ってんだぜこれみたいな。222番、ブラックドックさん、仮面の忍者赤影はリメイクされましたけど、個人的にはイマイチでしたね。ライオン丸は子供の頃何かの付録のそのシート持ってましたよ。懐かしいですね。カムイサスケは何度も再放送されてましたね。毎回見てましたよ。サスケのオープニングはゾクゾクします、ね、ライオン丸がね、平成になってから一回リメイクされたんだよね。リメイクっていうかもう全くの別物だけどやったんだよね。途中まで見てて辛くて見るのやめた。なんかね、何がしたいんだろうと思って、世界平和がなんちゃらかんちゃらっていうのでね、ホストがライオン丸になるっていうのでやってましたけど、5話ぐらいまで見て話についていけなくなって見るのやめたかな。夜中にやってましたね。まさかとは思うけど、あれは監督天宮圭介さん、ガロとかの監督じゃないよな。解決ライオン丸ではないんだよな。あー、ライオン丸 G ってやつだ。そうだ、 G ってやつでした。2006年10月1日から12月24日にかけてテレビ東京で放映された特撮テレビドラマということでね。そうですね、そうそう。これだ。なんかね、見ててね、辛かった。一応なんか解決ライオン丸をリメイクしたものだそうなんですけれども、もうね、どこから突っ込んでいいのか分かんなかった。だって西暦2011年のネオ歌舞伎町っていう舞台なんだもん。ホストだよ、ホスト。いやー、ヒロインがキャバクラ嬢っていうね、めっちゃ下ネタ出てましたけど、そうだよ。なんかね、あれだ、ガロの監督じゃなかった。でも本当にね、見ててね、辛くなって5話ぐらいで見るのやめちゃったね。どうしよう、こっからどうしたいんだろうとか思って。223番目の迷い人さん、私にとっての牧冬吉さんというと、隠密剣士に出てくる霧の、これトンベイっていうか、ありがとうございます、霧のトンベイの方が印象に残ってます。年だねということで、
ありがとう。これね、わざわざ読みを書いてくださってありがとうございます。助かりました。隠密剣士ね。ほう。みんな知ってますね。ていうか、やっぱ年代的にね、どうしてもこう、娯楽番組っていうと時代劇だった時代っていうのがありますからね。うん、やばい、鼻ちょっと詰まってきた。1962年から1965年。はあ、私の知らない年代の話がいっぱい出てくる。224番 TT アットウサギさん、そばといえば関係ないけど宮部みゆきさんが書く時代劇のそばも美味しそうです、ね、あー、宮部みゆきさんのそばね。宮部みゆきさんが作るわけじゃないけど、時代劇に出てくる食べ物ってなんであんなにこう美味しそうなんだろう。あれかな、映像で見るわけじゃなくて文章で見て自分の頭の中で構築するから余計に美味しそうに感じるのかな。なんかね、ああ、でも、普段ね、食卓に並んでるようなご飯じゃなくて、やっぱこう素朴な感じのものっていうイメージがあるから余計にそう感じるのかもしんないけど、池波正太郎さんなんか本当特にね、作中にいろいろ食べ物が出てきますけれども、本がね、別に出てるぐらいですからね。池波正太郎の食の世界でしたっけ、なんかそういう作中に出てきて、紹介されたものとかね、池波正太郎さんが実際に食べに行ったお店のエピソードとか、そういうものが本になって出てますけどね。225番あかねこさん、座頭市でもカツさんが飯を食べるシーンは印象に残ってます。お茶漬けにしろ、握り飯にしろ、綺麗な食べ方じゃないけどうまそうに見えます。私も猫まんま好きだけど、やると必ず怒られます。ということでね、猫まんまね、猫まんま、ご飯にかつぶし、お味噌汁。私もやって怒られた。うん。でも美味しいんだよ。ね、あれだとね、ご飯、ああ、もうお腹いっぱいご飯食べきれないよって思っても、あと二口三口分残ってたのがさらっとお腹の中入ったりしますからね。うん。猫まんまっていうと、まあ、どうもこうそれしか食べるものがないみたいなイメージがありますけれども、うちの母に言わせると、あんたね、ご飯にかつぶしにお味噌汁かけてなんて、なんて贅沢な食べ方してんのって。怒られたこと、え、そこ怒るとことか思いましたけどね。226番ウルフマニアさん、ふっふっふ、鬼兵外伝正月4日の客、時代劇専門チャンネルでやってました。マジか、マジか。そう、あれね、いいよね、正月4日の客ね。こう無口な蕎麦屋の店主がいい味出してんだよ。きゅー、見たのか。227番目の迷い人さん、藤枝梅庵には食べ物の話が出てくるので好きです。作ってみてハマったのが、株を使った汁かけ飯の鮮度飯。ほう。ほう、大きな株じゃなくて、株ね。はい。実際に作ったんだ。すごい。いや。すごいな、みんなすごいな。228番目の迷い人さん、仮面の忍者赤影は漫画連載時は飛騨の忍者赤影だった。伊賀の影丸と同じく横山光輝の作、伊賀の影丸はテレビ化した時は人形劇でした。マジで人形劇だったの。飛騨の忍者、ああ、なるほど。おお、それでこう、あれか、こうテレビでねやったりするのにこう仮面をつけるんで、あ、仮面、もう思いっきり仮面だったよね、仮面の忍者になったね。229番ブラックドッグさん、時代劇に出てくる夜泣きそばが最高にうまそうで、見るたびにそば食べたくなりますね。あーね、親父がねこう背負っていくんですよね。親父、そばいっぱいもらえるかいって、へいってね、あれもう
確かにね、寒い日にああいうところで食べるお蕎麦は美味しいんだろうなって思いますよ。普段蕎麦食べないけどああいうの見せられちゃうとね。そう、230番 TT アットウサギさん、面白い子連れ狼ってね、あれね、そうそうそうね、やっぱね、231番のマヨビトさん突っ込んでるね。赤毛のこと言うなら、子連れ狼の乳母車に機関銃ってのは何なんだって書いたら、ちょうどギワンさんが喋った。そういえば、押し侍、喜一方眼の被ってる傘にも折りたたみ式のバックミラーがついてたような。なんでもありだったよね。結構時代交渉めちゃくちゃだったよね。で今の方が割と無茶やってる方で、なんか割とこう、まあ、そこはやっちゃダメでしょっていうのがラインがあるような気がしますけどね。そうそうそう、機関銃もう衝撃的だったもん、機関銃やっぱみんなそうだよね。232番初見かな、RN 見てってことでね、まあ、小手半未定ということかな。子連れ狼の話を聞いて思い出しました。タイトルがすごかった。子連れ狼、地獄へ行くぞ、大五郎。大五郎、地獄行きか。まあ、刑務所で服役してるから結果として地獄行きではありますが。誰がうまいこと言えと。でも、あったよね、そういうね、番組の、その日その日のさ、タイトルで、ね、番組タイトルでね。結構びっくりするようなタイトルとかありましたよね。233番目の迷い人さん、忍者なめんなよ、縄を振って投げて空中で爆発噴射する矢で 700m 先の大仏殿を攻撃して焼いたっていう記録もあるんだからな。マジで。すごいなぁ。700メートル先の大仏、嫌ですか。すごいね、その武器が想像がつかないんだけど縄を振って投げて空中で爆発噴射する矢ってごめん、想像がちょっとどういう形状のものなのか分かんないけど、すごいものがあるなそれはまさかとは思うけど、実在の記録まさか。すげえ、どこの大仏殿だ焼かれたの、奈良か。忍者怖え。234番目の迷い人さん、ネオ歌舞伎町、忍者スレイヤーの舞台はネオ埼玉だった。そうです、ネオ埼玉だった。まあ、ネオ歌舞伎町つったってね、基本それほどセットが変わって、セットっていうかね、舞台が変わってるわけじゃありませんでしたけれども、主人公の乗ってたバイクが、スクーター型の、でかいバイク、あれは250か、スクーター型の250のバイクで確かデコってたような気がするんですけどね。そうそう、ネオ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 そうです、忍者スレイヤーの舞台はネオ埼玉です。今はまだそれほどネオでもありませんまだね、古き良き埼玉いっぱい残ってるよ。はい。235番目の迷い人さんは、これは誤爆風俗行ったらピンクの電話の細い方だったやつじゃないですか、やだーって、誤爆わかんねえ。236番、眩しい暗闇さん、仕事が終わって今来ました、あと4時間仲間入りさせてくださいねってことで、はい、お疲れ様でございます、こんばんは。あと4時間もやらんよ、さすがに喉が潰れるよ、今ちょっとかすかに鼻が詰まってきてんだから。237番目の迷い人さん、伊賀の影丸、映画にもなってます、影丸役は若かりし頃の松方弘樹さんってことで、ね、眉毛が凛々しいだろうなねえ。いろんな俳優さんがやってましたけど、もういろんな役をねなさってますけどね、それぞれに、思い入れのある代表作なんかがあるんじゃないでしょうか。聞いてみたいね、どれが一番印象に残ってるのかとかね。
238番目の迷い人さん、猫ママは猫も犬も食うけど、うちの姉が焼いたクッキーは犬も食わなかったな。マジか。マジか。人間は食えたのか。そこが一番心配である。大丈夫だお姉さん、頑張るんだ。練習すれば食べられるようになるさ。なんで食べられないこと前提なんだろう。はい、ね、いかんな。今日時代劇の回だな。ちょっとね、盛り上がっちゃってますけれども、それではですね、まだ3本しか読んでないんだね。でもこれ読んだら多分ラストだよね、時間的に。今どんだけやってんの。今すでに2時間半近くやってる。やべえ。2時間半近くやってんのに3本しか読めてない、この現実。ね、ね、今日はじゃあ、あと1本読んで終わりになると思いますけれども、どうしようかな。これでいいのかな。一応チョイスしてたんですけどね。これでいいのかな。どうしようかな。いや、こっちにしよう。一本ね、チョイスしてたんですけどね。ちょっと短いんで、違うのにしました。違うのにしましたって。長い。声続くかな、大丈夫かな。はい。では、本日ラストの朗読に移らせていただきたいと思います。3つの鍵。1、ある青年は毎日のように空を高く金色の鳥が飛んでゆくのを眺めました。彼はそれを普通の鳥とは思いませんでした。何か自分にとっていいことのある使いであろうというように思ったので、その鳥の行方を探そうとしました。どこかに巣があるに違いない。その巣を探し出さなければ帰ってこないと決心をして、家を出かけたのであります。何でも金色の鳥は、晩方になるとあちらの山の方へ帰って行きましたから、青年はその山の方へと行き、高い山を登ってまいりました。すると、山から一人の漁師が鉄砲を担いで、胸にピカピカ光るものを下げて降りてきました。青年は不思議なものを見たものだ。なぜなら、そのピカピカする光は、大空をはるかに飛んでいた鳥の光によく似ていると思ったからでした。この山へ登る道は、まだよほど険しいのですか？そして、鳥の住んでいるような森がありますか？と言って、青年は漁師に聞きました。漁師は目を見張って、あなたは、なんでこの山へ登りなさるのか？と問い返しましたから、青年は金色の鳥の巣を訪ねてきたものだと答えました。その鳥というのは、私が今日山で撃ち落としたこのわしだ。わしの足にピカピカ光る鍵がついていたのだ。その鍵というのは、私の胸にぶら下がっているこの鍵じゃ、と言いました。なるほど、漁師は背に大きな灰色をしたわしを背負って大きな灰色をしたわしを追っていました。青年は毎日のように大空を高く飛んでいった鳥は、このわしであったかと思いました。それよりは、漁師の胸にぶら下がっている鍵がたまらなく欲しくなりました。この鍵があったら、何か大きな幸運が自分のために開かれはしないかという感じがしたからであります。私に、そのピカピカ光る鍵を譲ってくださいませんか？と青年は漁師に頼みました。漁師は考えていましたが、お前さんはこの光ったものが欲しいばかりに、この山へ上がってきなされたのだから、
この鍵をあげましょう。私はこのわしが欲しいばっかりに打ったのだから、もともとこんなものは必要がない。と言って胸にぶら下げていた鍵を取って青年にくれました。青年はどれほど嬉しかったか知れません。漁師と別れて山を下りました。この鍵はどんな箱を開けるためであったろうと、彼はその鍵をよくよく手に取ってみますと、2という番号がついていました。しかし誰がいつ現しの足にこの鍵を結びつけたものか分かりません。また何のためにそうしたものかということも知られるはずはなかったのです。ただ現しはその足で暴風雨の中を駆けました。また雪の中を歩きました。また林や砂漠の中や谷や山の頂やところ構わずに降りたり飛んだりしたのでありましょう。またその足で勇敢に敵と戦ったこともあったでしょう。それがために鍵は金色にピカピカと磨かれて光っていました。青年は2はどうした番号であるか、鍵に刻まれている文字を見ても分かりませんでした。けれどその時からこの鍵で開かれるものをこの世の中に見出した時に、本当に自分は幸福であり得るのだと考えました。それから彼の長い旅は続いたのです。2、別にまた一人の若者がありました。志を立て故郷を出てからもう幾年にかなりましたけれど、目的を達成することができずにあちらこちらと流浪していました。ある日のこと、彼は疲れた足を引きずりながら寂しい昔の城跡を通ったのであります。すると壊れかかった石垣の間に夕日の光を受けてピカピカ輝いているものがありました。その光は半ば土にうずもれているためか、それほどの強い輝きではなかったけれど、彼の注意を引くに十分だったのであります。何が光っているのだろうと、若者はその石垣のそばへ寄り添ってみました。そして間から光っているものを掘り出すと、小さな鍵でありました。何に使ったものだろうと思いながらよく見ますと、それには3という番号がついていました。しかし不思議な鍵のような気がして、それを再び捨てることもできなかったのです。きっとこの鍵で開かれる箱か何かがあるに違いない。もしそれを見出したなら、今自分の抱いているようなすべての野心は遂げられるだろうというような気がしたのでした。しかしその秘密の箱はどこにうずもれているかわからなかった。若者はその日からこの昔の城跡やこの付近の町を訪ね歩いて、小金の箱の話を聞き出そうとしました。この若者はなかなかの知恵者でありましたから、この鍵がどんな金で作られていたかということをすぐに見分けることができたのです。そしてこの鍵を使って開けるほどの箱は、やはり小金で作られた箱に違いない。小金の箱などというものはそうたくさんあるものでないから、どこかの蔵に宝物となってそのまましまってあるか、もしくはどこかの地中にうずめられているという昔話でも残っているであろうと考えたからです。ただこの利口な若者は、この鍵の番号が3であったから、まだこれと同じ合鍵が他にあろうと思いました。それで自分よりすでに先に誰かその箱を開けてしまうものがないかということを心配したのでした。いくつも鍵を作ってあるからには、この箱は誰にでもすぐに発見されるような場所に隠してはないだろうと思って、まだそれが見つからないと考えたのであります。若者はそれがために熱心に城の歴史などから伝説などを調べたのでした。3、またあるところに年の若い男がありましたが、毎晩のように海岸の岩の上へ来ては、海の中から起こるかすかな笛の音色を聞いたのでありました。海の中には人魚というものが住んでいるということだが、その男はこの笛を人魚が吹くのでないかとさえ思ったのです。なんといういい笛の音だろう
と、彼は夜の更けるのも知らずに、その笛の音に聞き取れていました。月のいい晩には、その笛の音は近くに聞こえてきました。曇った夜には、その笛の音は遠くになって聞かれました。そして嵐の晩には、全く聞こえないことすらもあったのです。ある夜、彼はいつものごとく岩の上に佇んで耳を傾けていました。明るい良い月夜なのにもかかわらず、笛の音が聞こえてきませんでした。どうしたのだろうと彼は思っていました。そしてただ聞こえるものは、打ち寄せる波の響きだけであって、笛の音は聞こえてきませんでした。おそらくそれは永久に聞かれないもののようにすら、なんとなく思われたのであります。この時、砂の中にうずもれている光ったものに、彼の目は止まりました。海の中から波がそこに打ち上げたものでした。彼は、それが何だろうと思って拾い上げると、金色の鍵でありました。この鍵が浜に上がった日から、笛の音の止んだことを不思議とも思いました。もしや、人魚がこの鍵を自分に授けてくれて、何かまだこの世に発見せられない隠された箱を開かせるためではないかと考えました。彼はその鍵を持って家に帰りました。三人の男は別々に鍵を持って、この世の中に隠されている宝の箱を探して歩いたのであります。この噂はいつしか人々の口の端にも上りました。そして三人の男がついにある時、あるところで落ち合って、自分の持っているおのおのの鍵を出してみると、三つは全く同じ鍵であることを知りました。どうしてこう同じものが三つあるのだろうか、と一人の青年は怪しみました。きっと三つの鍵が三つとも見つかるものでない。その中の一つがこの世の中に残ればいいと箱の主は思ったに違いない、と他の若者は答えました。いや、三つの鍵の中で誰かその鍵を拾って、一番早く箱を開けた者にその箱の中の宝をやるということではなかろうか、と年の若い男が言いました。きっとその箱の中には宝が入っているに違いない。私もそう思う。あるいは私たちの思っているような宝物ではないかもしれない。三人の男は思い思いのことを言いました。しかしその宝の入っている箱はどこにあるものか全く見当すらつかなかったのであります。私はこの鍵を昔の城跡から見つけ出したのだから昔のものに違いないと思う、と一人が言いますと、しかし私はわしの足に結びつけられているのを取ったのだからそんなに昔のものであるはずがなかろう、と一人は言いました。三人はこの鍵を都に持って出てある学者に見せて判断をしてもらうことにしたのであります。学者は司祭に見てこう言いました。この鍵のかかる黄金の箱は幾年前か土の中から掘り出されて、今は博物館に収めてあります。しかし私の考えでは、その中に何も入っている様子がなかった。とにかく、これから博物館へご一緒に参りまして調べてみましょう。三人は学者の言葉を聞いて失望しました。けれど、あるいはこの箱の中に、何か入っていはしないかという一筋の希望を持ちながら出かけて行きました。4. 博物館へ学者と三人の若者たちは参りました。やがてそこへ金色の箱が出されたのであります。その箱はあまり大きくなかったが、黄金で作られていました。それですから土の中にうずもれていても腐ることがなかったのです。三つの鍵は、どの一つを取っても、その箱の蓋を開けることができました。学者の手によって、三人の見ている前で、その箱は開かれました。中には、ただ一枚の字を書いた紙が入っていたのです。私は、三つの鍵を、いろいろな方法で捨ておきました。
きっとそれらは私の巡り合いたいと思う人々の手によって拾われるであろうと思います。もしその人が広い土地が欲しいならその土地をあげましょう。もしその人が芸術が好きならいろいろな珍しい宝をあげましょう。もしその人が私と結婚を希望されるなら私はその勇敢な方の妻となります、という意味のことが書いてありました。三人はこの文字を読んで目を輝かしました。先生、私たちはどこへ行ったらこの姫君に会うことができますか、と三人は学者に問うたのです。すると学者は三人の顔を見て冷ややかに笑いながら、もう取り返しのつかない大昔のことだ。少なくとも300年はその時分から経っていよう、と学者は答えたのであります。三人はがっかりしておのおのの持っている鍵を三つとも博物館に収めて、いずこへともなく思い思いに去って行きました。もうこんな鍵が何の役に立とう。彼らが口々にそう言って行く後ろ姿を学者は見送りながら微笑していました。それから後のことです。学者は何かの記録から偶然次のような事柄を見出したのであります。殿様の一人娘であった姫様はまたとないほどの美人であったけれど、三人まで願いをかけた婿君が一人も見出されなかったことを恥じてこの山に登られ一生尼になって暮らしたまわれた。この記録は高い山の上にあった廃寺の中から発見されたのでした。学者はいつか三人の男たちが幾百年の後になって、しかも打ち揃って鍵を持ちながら自分を訪ねてきたことを思い出しました。そして姫様というのはまさしくあの博物館に収められてある小金の箱の持ち主であり、祈願をかけたというのはあの中に入っていた紙にしたためられていた文字であろうと知ったのであります。学者はその高い山へある年の夏のことわざわざ登りました。白い雲が頂をかすめて飛んで行きました。壊れかかった寺には今は誰も人の住んでいる様子もなかった。学者はしばらく佇んで、昔この寺に美しい海女さんが夜夜空を仰いで、月の光に雲の姿に物思いに沈んだ姿を想像したのであります。以上、三つの鍵をお届けいたしました。はい、本日ラストのお話、三つの鍵という作品を読ませていただきました。途中でなんかちょっとね、鼻が詰まってきちゃってやばいやばいと思いながら読んでたんですけどね、さすがにイラストだけあってカミカミになってしまいましたけれども、何かねこうね、その鍵が揃うことで、何かね宝物が発見されるのかなと思って読んでましたら、遠い遠い昔の話でしたね。300年ぐらい前の話だったということでね、まあ皆さんがっかりして鍵を置いて帰っていったというお話でございましたけれども、まあね、そう甘い話ばかりじゃないよ、童話の中でもね、そう甘い話ばかりじゃないよということで、ああちょっとすいません、ちょっとマイク切りますね。はい、すいません、ちょっとね鼻がね、よし、では、レッスンを読ませていただいてね、終わりにさせていただこうと思います。
239番目の迷い人さん。あー、握り飯は特にうまそうだな。海苔もついてないのに。時代劇のにしても日本昔話のにしてもってことで、あー、なんだろうね、特に時代劇のね、あの竹の皮から出てくる握り飯、あれうまそうで、ご飯ツヤツヤしてますよね。具も入ってないしね、本当にあの塩にぎりだと思うんですけれども、妙に美味しそうですよね。でまた役者さんが美味しそうに食べるから。240番ウルフマニアさん、鬼兵外伝正月4日の客、どうも DVD 出るみたいですよ。レンタルにあるかも。これ榎本明さんと松平健さんのキャストですって。あ、マジですか。いいな、頭の中で脳内再生できるな、それな。行かなきゃ、行かなきゃ。241番目の迷い人さん、こんばんはにゃ。遅くなったのでもう終わりかな。夜泣きそば、夜高そば、意味同じですかね。そば食べたいっていうね。いやー、違う。こんばんは、お疲れ様です。夜泣きそばはそばですね。あの夜になって屋台を引っ張ってくる、お蕎麦屋さんですね。よたかはあれです、あの当時の売春婦ですね、あの吉原なんかの高級娼婦とは違って、夜道でお客さんのそれを引いて、どっかそこら辺でね、むしろ引いて、だから時代劇に出てくるよたかがむしろ持っているのはあれ、自分の寝床です、商売道具です。例えば物陰とかであのむしろを引いて、お客さんとそういう行為に及ぶという、ね、それがよだかですよ、はい、よだかそば違いますからね、はい。242番目の迷い人さん、229番ブラックドッグさんに、ちっとごまげんだ、手出しな、意外、一つ二つ、おっと今何時だいですね。それ時そばやん。それ時そばやん。時そばはね、お題はいくらだい、6問で、じゃあ一回、一つ二つ、おっと今何時だいって、へいって、6問じゃあれだな、12問とかじゃないとダメなんだな。でこう数えてって、今何時だいって、今9つで、両層階9つっつってね、そこら辺からまた数えてくっていう、6問ぐらいじゃダメだね、ごまかしようがないね、すいませんね。243番目の迷い人さん、時代劇か、これはスローニンでいいのかな、スローニン月影兵庫、花山大吉、三匹の侍とか親父と見てたなーってね。月影兵庫はね、松方弘樹さんがやってますね。あ、これもたまに再放送でやってんな。あれです、きつねうどんが大好きな、月影兵庫をね、確かやってましたね。そう。244番、赤猫さん。必殺シリーズの殺し屋の衣装もなかなかなもんがありましたね。まるで演歌歌手のステージ衣装みたいな派手な着流しでやることが暗殺だからね。龍二、こう三味線の糸でこうね、人をこう釣ってビンってやるとカクンっていっちゃうっていう、あれ龍二さんだっけ。中条清さんのあれもね、なかなかツヤツヤしてた着物だったような気がしますけどね。あとは組紐の名前なんだっけ、組紐屋はなんだっけ、京本政樹さんがやってた、出てこない、組紐屋は出てくるのに出てこない、組紐屋の竜だった。組紐屋の竜だった。私あれが好きだったの、やいと屋、あのお灸据える人、やいと屋さん、やいと屋、これは、名前なんだっけね、仕事に行く前に占いでね、吉凶を判断するっていう、そう、またうえもん、仕業人の方か、必殺仕業人ですね。これはまたえもんかでいいのかな、うは読まないはずだからまたえもんでいいのかな、
あ、エモンでいいんだな、そうそう、キザなヤサ男っていうのでね、出てましたね。あの人好きだったな。こう赤く熱したこう針治療用の針でね、プスーってやるっていう、245番目の迷い人さん、実在の記録、戦国時代に東大寺の大仏殿を空中で飛び出すロケット花火みたいなイメージかね。見たことないから分からんけど、実在の記録か、マジか、東大寺の大仏殿を。戦国時代だったらうちのジュニアに聞けば分かるかもしんねえな。え、ちょっと調べる、それ気になるねえ。いや、情報ありがとうございます。ちょっと調べる、私それ気になった、ものすごい気になった。246番目の迷い人さん、忍者は特撮ヒーローものしかわからない。特撮ヒーローものの忍者か、そっかそっか。意外と今は忍者は使ったものってないよね。あれ、今の戦隊ヒーローもので忍者を使ったものっていうのはさすがにないよね。侍っていうか漢字だったか、あれ見てないからわかんないな、私もな。いやー、でもな、忍者いいね、忍者っていう響きがね。そうかそうか、247、あ、そうか、そういう意味か。247番目の迷い人さん、ライオン丸 G で主人公が風俗行くとこまで見れなかったかで、そういう意味か。オッケーオッケー、さっきのね、私が誤爆って読んじゃったやつね、ごめんなさい、見てない、そこまでは。お店にあれが来た、ダメだ、女性お笑いタレントの名前が、コンビの名前が思い出せない、なんだっけ、春菜と、近藤春菜と、誰だっけ、ほんと名前が思い出せない。ねえ、自分が興味がないのは全然思い出せないね。あ、針千本だ。なんでこんな名前を忘れる。そう、あれで、第1話だったか第2話だったかで、主人公にこう、入れ上げてるね。ホストクラブのお客さんの役をハリセンボンの2人がやってましたけどね、5話ぐらいで見るのやめちゃったと思ったんだよね。248番ブラックドッグさん、ネオ歌舞伎町、ネオ埼玉、菊池秀幸さんの小説だと新宿は魔界都市だぜ、そう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 ね、富山団地吸血鬼の住処とかね、あったね、読んでたよ私それ、高校の頃か。メフィストも読んでたし、あの西新宿のね、せんべい屋、私お店探そうかと思いましたもん、西新宿に勤めに行ってた時。一時期ね、西新宿に勤めに行ってたんですよ。で、あそこもすごい、駅の周辺はすごい都会なんですけど、やっぱちょっとね、一歩奥に入っていくと古い建物とか残ってたりとかね、昔ながらの住宅地が残ってたりとかするんで、はあはあ、なるほどね、こういうところをこう参考にして書いてんのかなとか思いましたけどね。で、うちの相方がちょっと一時期入院してた頃に、新大久保から歩いて病院まで行ってたんですけど、その途中に富山団地ってあるんですよ。いやー、ここかーとか思いながらね歩いてましたね。花園神社でしたっけ、あそこも確か出てきましたね。読んでたよ、懐かしいな。249番目の迷い人さん、は、忍者といえば余談ですが、日曜朝に放送しているセイントセイヤオメガの聖騎士に忍者が出てきます。セイントなんだか忍者なんだかわけがわからない設定です。やつらもだんだんカオスになってきたな。セイントセイヤを初めて見た時のうちのジュニアの感想が、え、稲妻イレブンのパクリって言いましたからね。化身出してた頃の稲妻イレブンのパクリって言いましたからね。こっちの方が時代が古いんだよ、つって。セイントセイヤの方が長いからねっていう話しましたけど。で、それで、あれですよ。
稲妻イレブンはこの後どうなるんだろうねっていう話をずっとしてて、もうこの後はさ宇宙に行くしかないよねっていう話をしてたら、今とうとう本当に宇宙行っちゃいましたからね。しまった、宇宙行っちゃったよつって、うん、そんな話をこうセイントセイヤを見てる時にね、してましたね。一回だけなんか録画してみたことあるって言ってましたけど、思った以上に稲妻イレブンだったって言ってましたね。250番目の迷い人さん、ミュータント忍者タートルズが放送されるらしい。あれ亀のやつ。おー、マジで放送されるの、いつだよ。あの亀が目隠しというかマスクしてるやつだっけ。251番ヤギさん、皆さん時代劇の話をたくさん知っていてすごいですね。私は水戸黄門に出てくるうっかり八兵衛しか分かりませんでした、とほほ。楽しい話をありがとうございました。あやかしさんお疲れ様でした、ということで、すいません、ひたすら時代劇で埋めてしまいました。すいませんね。あれですよ、あやかし語りの掲示板はある特定の話題を振ると1時間2時間その話で盛り上がるという実績がありますんでね、注意していただけたらと思います。ね、これもアーカイブあげますんでね、興味のない方は雑談の部分すっ飛ばして聞いていただければと思います。ほぼ雑談っていう。252番ティティアットウサギさん、253番も一緒ですね、学者が企んでいるのかと思ったら遠い話のまま終わっちゃったっていう、そうそうそう、遠い話のまま終わっちゃった。学者がね、その場所まで上がってって、景色を見て終わっちゃったっていう話ですけどね。はい。ちょっとね、ちょっと私が期待してたものとは違いましたね。はい。この、なんていうか、肩透かしっぷりっていうか、この、期待を裏切られる感というのはね、なかなかにすごいものがありますよ。拝み目。はい。思った通りに話が進まないっていうね。予想してたものと全然違うっていう、このラストへの持っていき方はね、すごいものがあります。254番目の迷い人さん、最後に学者が宝を猫ババする話かと思ってしまいました。途中までは私もそうだと思ってた。実は4個目の鍵を学者が持ってて、もう先にね、宝を取ってたとかいう話かなと思ったんだけど、違った。のどかに景色見て終わっちゃった。255番 TT アトウサギさん、2回アップしてしまいました、すいません、ということで、よくあるよくある、全然大丈夫ですよ。256番ランさん、白いご飯から湯気、今の時間に聞くと思わず炊飯ジャーの蓋を開けてしまいそう。今夜も楽しい放送ありがとうございました。寒波に負けないように、行安さん、皆さん保湿と加湿にお気をつけくださいね、おやすみなさい、ということでね。はい、ありがとうございました。特にね、この時間はね、食べ物の話は厳禁だよね。今うちの炊飯ジャーの中には、今日買ってきた株のね、葉っぱが結構いい状態だったんで、株の葉っぱをごま油で炒めて、じゃこ混ぜて醤油で味付けしたものを混ぜたのが入っておりますよ。醤油が染み込んでてうまい。やばい、食べたくなってきた。257番眩しい暗闇さん、よーし、朗読放送は終わってしまったけど、今から食べ物雑談で6時まで語り合いましょう。ギョンさん、最後まで付き合いますぜ。勘弁してください、ほんと勘弁してください。もうね、鼻は詰まるわ、声は出なくなるわで大変なことになりますよ。258番目の迷い人さん、スローニー月影兵庫は松方弘樹のおっちゃん近衛十四郎がやってた。おっちゃんじゃねえ、お父ちゃん。なんでおっちゃんって呼んだし。おお、じゃあ親子でやってるんだ。今ね、松方弘樹さんがやってますよね。すげえ。259番 TT アトウサギさん、昔飲み会の帰りに歌舞伎町で時代劇の話しながら歩いてて、必殺仕事人と仕業人が混じって仕事人と言ってしまい大笑いされたことがある。必殺しごき人。運動部とかに欲しいよね。いいな。高校の運動部とかにね、一部に一人欲しいみたいな、必殺しごき人みたいな。いいな。
260番目のマヨビトさん、ハリケンジャーとカクレンジャーは忍者かなってことで、あ、やっぱ忍者モチーフあったよね、なんかあったような気がしたんだけど自分が見てないから分かんない戦隊ヒーローものうち誰も見ないんでね。そうか、やっぱハリケンジャーそうでいいのか。261番目のマヨビタさん、水戸黄門だと外伝のカゲロウ忍法帳が好きでした。必殺シリーズだとタイムトラベルして西部開拓時代に飛んだり、そうそう、中村モンドがワープロを打つってタイトルのやつのオチがすごかったのが笑ってましたあったあったあの前にあの有吉とマツコの怒り浸透でやってた必殺仕事人の三大とんでもない設定っていうので、そうタイムトラベルして、あれなんだっけ、日食だっけ、で西部開拓時代に飛ぶんだよね。でそこでなんだっけ、インディアンをいじめてる軍隊の大将かなんかを殺しちゃうんだっけでそれでまた日食が起こって戻ってくんだよね、日本にね。そうそう、あとモンドワープロを打つって一番最後にこうカタ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 っていう中村モンドがワープロ打ってるっていう、あったなあ。あと五金製の鶴を食っちゃうとかっていうのもあったな。結構はちゃめちゃでしたよね、設定がね。あれはあれで結構面白かったんだけどな、うん、今じゃ考えられない設定だよね。262番目のマヨビトさん、ハリセンボーの角野卓造さんがいるコンビでしょそう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 あれ角野でいいんだっけ、角野だっけ。人の名前嫌い、角野卓造でいいのかな。あ、合ってた合ってた、うん、いやー、そうそう、そのいるコンビですよ、がホストクラブにね入り浸ってるお客さんっていうので出てましたね。263番まぶしいくらやびさん、251番ヤギさん、こんばんは。ぜひ風車の弥七とお風呂場のお銀さんも思い出してあげてください。二人とも好きでしたね。サービスショットってもう全国の男性がワクワクしながら待ってたっていうサービスショットですよね。いやー、風車の弥七、今って黄門さんもやってたっけ。野村さん、野村克也さん、違うな違うな、ね、誰すごい印象に残ってる風車の弥七がいるんだけど、あ、野村雅樹さんか。そうそうそう、いやーもうね、なんだろうな、あの一行の中で一番働いてんのは弥七じゃねえかっていう気がねすごいしてましたけどね。二人とも好きだ、でも結構好きだったな。黄門様がなんだ、西村明さんでしたっけ。西村明さんだっけ。あって、あ、そうそうそう、この人の水戸黄門が一番好きだったかな。あ、西村光さんですね。カッ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 って笑う人だよね。歴代黄門様の写真が出てますけどね。里見光太郎さんになってからやたらとアグレッシブな黄門様になっちゃって、ギャグっていうような感じが多々見受けられますけどね。264番、ビチビチオさん、時代劇の話面白かったですよ。私ギョアンさんと同い年なのでやっぱり見てたものが一緒ですねやっぱりそうですかね、もう本当興味ない人には全然興味ないような話でね、申し訳ないですけれども、はい、なんでだか盛り上がってしまいました時代劇。そもそもなんでだそもそもなんでだ、金銀小判、あれか殿様の茶碗あたりからかな。
いかんな。ね、265番目の迷い人さん、最近はカツラが合う役者がいないなーってことでね、なんだろうね、違和感のある役者さんが多いやね、カツラに対して。まあ、女性なんかはね、髪が長いと地毛である程度ゆえたりとかしますけれども、男性はね、やっぱりどうしたってカツラになっちゃいますからね。こうなんだろう、ね、あんまり、細面でシュッとした顔の人にはカツラ似合わないね。どちらかっていうとこう骨組みって言っちゃいけない、骨格がねガシッとした方の方がカツラも安定感があるような気がしますけどね。266番目の迷い人さん、時代劇なら仮面ライダーウォーズの映画版で暴れん坊将軍と共演してました。暴れん坊将軍は強かった。ちなみに松平健さんのお子さんが仮面ライダーウォーズのファンで、出演以来 OK したらしいです。水戸黄門は2代目と3代目の方が好きでしたね。もう終わっちゃったのが残念ってことだね。え、出てたよね将軍、びっくりした、あれとか思って上様なんでとか思ったけど、そうそうそう、こうね、昔だったらこんな、ない特撮ヒーローものと時代劇がコラボなんつったらね、バカにしてんのかって言われるような感じだったのかもしれませんけれどもね、そうそう、お子さんがね、仮面ライダーシリーズのこれの大ファンだったっていうので、もうスタッフも恐る恐る声かけたっていう話を聞きましたけれども、衝撃的でしたよ本当に、あの予告 CM を見た時にはとか思いましたからね。267番目の迷い人さん、ハイビジョンになってからズラの代わりに見えるようになっちゃいましたしね。そこはね、見て見ぬふりをしてあげようよ、どうしようもないよそれは。268番眩しい暗闇さん、しごき人ギョアンさん、そっちじゃないような、まったくギョアンさんたらウブなんだから、風車風車はアルプスの少女ハイジ。いや、突っ込まれそうな気がしたんだけどね。あえてね、そっちに行かないようにしてみた次第でございますよ。はい。やっぱり突っ込みきた。はい、ということでですね、現在3時間オーバーですよ。とんでもね。いやー、こんなに長くするつもりじゃなかったのに、また3時間とか超えちゃったよ。よし。はい、ではですね、特にお伝、あ、そうそうそう、ですね、YouTube の方にもうご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、YouTube の方にですね、企画に出そうと思って録音したものだったんですが、ちょっと持ち時間の30分をオーバーしてしまったので、まだ出せないなと、お蔵入りになってしまっていた、海外作品なんですけれども、エドガー・アラン・ポーの黒猫を朗読したものを YouTube の方に上げさせていただきました。35分程度ですかね、私にしては相当短い、作品というか動画になっておりますけれども、もしね、興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひ、覗いてみてくださいませ。鼻が詰まってきた。いや、意外とね、30分長いようで読み始めると短いですね。いけるかなと思ったんですけど、もうね、録音しててこう残り時間とか計算してみてたら、絶対終わんねえこれとか思いながら録音してたら、実際にね、足りませんでした。で、 BGM つけるんでね、結局は30分以下にどう削ってもならないんで、お蔵入りということで、どうしようか、どっかの放送で使おうかと思ったんですけど、せっかくなんで、YouTube の方にね、上げさせていただきました。外伝の3ということで、アップしておりますので、興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひチェックしてみてくださいませ。あとは特にないですね。またちょっと今週末あたりからぼちぼち仕事が動き始めるんですが、ポッドキャストの方も暇を見て上げていきたいと思っておりますので、またアップでき次第、ツイッターとミクシーの方でお伝えさせていただきます。
そうそう、もう皆様からのね体験談目撃談なども、随時募集しておりますので、もしお持ちの方いらっしゃいましたら、またね、あやかし語りへのご意見ご感想ご要望などございましたら、行案宛てメールアドレス、さおとめ.otome@gmail.com、さおとめ .otome@gmail.com、掲示板の上の方、ローカルルールにですね、載っておりますので、そちらまで送っていただければ、必ず目を通させていただきますので、よろしくお願いいたします。ちょっとね、お返事出せるか出せないかわかんないんですけどね、いただいたメールに関してはすべて目を通させていただいておりますので、もし体験談とお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひ、教えていただけるとありがたいです。それからですね、放送やるよやらないよというような、今日ちょっとねお休みさせていただきますよみたいなお知らせをさせていただくのに、ツイッターを利用させていただいております。こちらがですね、ローマ字で行案数字の2行案2あやかし語りという、こちらもねローカルルールの方に載っておりますけれども、アカウントでツイッターやっておりますので、そちらもですね、興味があったらというか大したことはつぶやいてませんけどね、もしよろしければフォローしてみてやってくださいませ。一応ね同じようなことを掲示板に書くって言おうとして、私今日掲示板に告知してなかったね。すいません、今思い出した、今日やるような告知を掲示板に書いてなかったよ。ダメじゃん。はい、いつもはね、今日放送をやりますよ、何時頃からやりますよというのを、ツイッターと掲示板に同じものを書かせていただいてるんですが、掲示板の方を覗くからいいやという方いらっしゃいましたら、特にね、ツイッターの方は同じことをつぶやいてますんで、大丈夫です。はい。で、ミクシーの方もね、つぶやきに顔出すぐらいですけれども、つらつらとやっておりますので、もし見つけたよという方いらっしゃいましたらね、アイコンがね、ツイッターと同じアイコンを使ってますので、もしかしたらすぐに見つかるかもしれませんけれども、物書きの方の名前とね、かっこ行案というふうに書いてありますので、もしかして行案で検索すると出てくるのかな？はい。のでね、もし見つけたよという方いらっしゃいましたら、お気軽に、フレンド申請いただければ、こちらの方で、対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。特に何をやっているわけでもありません。そのくらいかな。とりあえず今月はこのまんまカレンダー通りに行けるんじゃないかなというふうに思っております。突発的に、変な仕事が入ったり、私がね、なんかに感染したりとかしなければ、カレンダー通りで行けると思いますので、よろしくお願いいたします。それではこれで本日の放送は終了とさせていただきます。どなた様も闇路からのお帰りにはお気をつけて、決して後ろを振り返らず迷わぬようにお戻りください。また今日と明日が入り混じる曖昧な時間にお会いいたしましょう。では皆様おやすみなさいませ。